あ、どうも。今日はお腹が空いたから飯を食べに行くという、ね、配信をします。何してんのって、配信してんだよ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日は飯を食べに行きます。お久しぶりですね。久々じゃね、毎日配信してんだろ。こんばんは。2日連続ありがとうございます。え、ちょっと待って、4日間連続配信してんだけど、俺、こんばんは。やばいよね。もう4日間来た、こんばんは。今来たよ、こんばんは、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今んとこ僕はね、髪を切ったってことで、それを気づいてないね、やつらばっかだね。ピンク似合うような。あ、可愛いからね。こんばんは、可愛いの。ストリートライブするんですか？ああ、やるよ、やるやる。今日もやるよ。目力のカリスマ、気づいたよ。髪素敵です。そう、さっき切った。私も今切って、さっき気づかなかった。あ、さっき切ってきたから。てかさ、普通にさ、俺さ、さっきさ、そこら辺で切ったんだけどさ、新生かまってちゃんの方ですかって俺さ、あれ言われたんだけど。え、あ、はい、そうです。はい、新生かまちゃん、はい、進撃の巨人のエンディングとか見ましたよ、みたいなさ、言われてさ。そう。いやー、なんか、そういうの、なんか、そう、ずっとなんかさ、ドキドキしちゃってた。気づかれた。すげえって、まあね、芸能人だからしゃあないよね。嬉しいね。髪切った、こんばんは、どこで言わない。お前ら、俺行ったらお前ら来るから。よいな、会いたい。よかったね、唇ピンクだね。唇今日はピンクだね。なんだろう、やっぱなんか今日、なんか最近不健康なんかな。不健康だとピンクになるんだよ。チバニューの英雄。ドキドキしちゃう。なんか塗ってない。俺塗ってないよ。だからさ、昔からよくさ、たまに赤くなるじゃん。これナチュラルだよ、俺、これ。私も言いたいで、お洋服かわいい。ズボンダパンプみたい。あ？ズボン、あ、ズボンって何？あ、これ？これ、このかっこいいズボン？かっこいいでしょ、これ。ね。全部もらえもんだから。あ、けどこれはね、あ、これもらった。これもね、昔もらったやつだ。もう俺全部もらうもんだから。イグザイルじゃんって、かっこいいじゃん。いいじゃん。お酒飲んだ。飲んでないよ、まだ。今日ちょっと酒飲もうか迷ってんだよね。一応飯食いに行くから、この後ね。ピンクに、いや、何食べる知らん。決めてない。だから、酒飲んでないから、ドライビング配信して、また、どっか行ってギター持って。で、キチガイ、まあ、キチガイじゃない、ミュージシャン配信するかとか、ちょっと迷ってるわ。酔いながらストリートライブですよ。多分それもするかもしんない。路上ライブ行く行く行く。路上ライブ行く。ギター持って。歌わないの？歌う。もう今日も叫ぶから。最近ドライブ多くて嬉しい。あ、ドライブもする。今日もするする。タバコ吸いすぎてうるせえ。やっぱ曲作りしてるとどんどん増えちゃうね。注意が逆転、少し治った。ちなみに今日は、昼の、あ、違う、昼じゃねえや。夕方の4時ぐらいに起きたかな。今日も路上ライブするのってやるよ。毎日やるよ。これから毎日やるから。こんばんは、楽しみ。毎日何してんの？配信だよ。声やば。あ、もう声枯れちゃったね、昨日で。疲れちゃったよ、昨日。昨日はね、疲れたよ。てか、ライブだったもんだって、昨日。こう、配信多くて嬉しい。配信ばっかしてるし。てか、昨日は疲れた。起きるの少し早くなったのかしんねえけど。昼の5時ぐらいになんか起きたかな、今日。タバコの銘柄何って、だから丸ボラっつってんだろ、毎回よ。路上ライブ行きたい。路上ライブそうあったって、ライブだったよな。まあ、あんなん別に毎日できるよ。やろうと思え。楽勝よ。まあ、毎回毎回、柏でやんのもんな。芸がないから、なんか、ね、松戸とか、埼玉とか、神奈川とか、渋谷とか、まあ、そこら辺な、網羅していきたいな。路上ライブな。髪の毛なんてオーダーしたの？あ、だいたい毎回僕は、自分の 自分でググるんだよ、僕。床屋さん行く前に、ね、床屋さん行く前に、自分の、新生かまっちゃん残ってググって、昔の画像をね これにしてくださいって。そう、昔の過去画像を見せるんで そう、毎回そうやってる。でもって、まあ、それでバレたのかな。だから普通に、え、新生かまっちゃん残さんじゃないですかみたいな。そう、ずーっとね、なんか、うだうだね、進撃の巨人とか、恋雨とか、まあ、いろいろなんかさ、ね、
うるせえなーって思いながら、けどまあまあもうまあまあ うれしい、まあてか見てるか絶対、てかあ今仕事中だからいいや、まだまだやってると思うからあてかログアで見るから、そううだうだうるせえなーって思いつつさ、俺喋りたくねえんだよ大体、うん、大体なんか喋りたくないの僕は、あのとなんか床屋さんとか美容室とかさ、うるせえよ、ね、うるせえもん、いや俺やだもん、話しかけてくんだって感じだもん、うん、まあ思わない、だって美容師さん絶対自慢するよ、いやしてるっしょ今頃、今頃もうパーティー開いてるっしょね、髪切りながら喋りたくないわかるっしょね、うん、それわかるね、話しかけてくる、え話しかけてくる人いいんじゃんけどさ、俺さ黙れって毎回思っちゃうんだよね、俺ねずっと目つむってめっちゃわかる、行くの面倒なった、おじいちゃんとこやわかる、いいな、個人情報聞いてね、個人情報詮索してくるよね、なんか個人情報詮索しないでしないでもらえたよね、クラッカー鳴らしてると思う今、だってめっちゃ喜んでたよ俺だからさサインした、うん、一応帰りサイン、会員サイン、なんかサインだけ、そうそうそう、俺からサインしましょうかって言って何だったらサインあげますよって、ああじゃあコミュ力上げていこうって、いやコミュ力別に俺高いよ、うん、弱たりめちゃめちゃ弱たり上手だしコミュ力高いけど、違ううぜえんだよ、うん、特に普通にイライラすんだよ、あの普通ふなんか普段の僕って話しかけられたりすると、うん、配信中は別にいいけどさ、うん、サイン買おうなんでちょっと、お仕事モードそういうこと言うな、うるせえんだよ黙れよって思っちゃう本当にマジで、うん、いや別に本人に言わないよ、本人には愛想笑いでははははって、あでもまあ実際今日は嬉しかったけど、普段別にさなんかさね、なんか お仕事は何してるんですかって、大工さんですかって人に言ってごまかしてんだけど、なんか適当に話し合わせてんだけどさ、やっぱさ普段はさやっぱさうぜえよ、うん、のごさん優しい、あ優しいから僕そううぜえ本当に、うん、やめてもらいたい僕あれね、愛想笑いっす、愛想笑いしてるよ毎回ごまかして、直接本人って気づいちゃうじゃんね、兄の情報そんな細い大工、大工いや大工とか、いや風俗でも言ってるよピンサルとかでもなんか普通にお仕事何してるんですかって、うん、大工さんとかあの海賊やってますとかさ、漁師やってますって言ったことある昔ピンサロでだからピンサロとか風俗店も聞いてくんだよ、お仕事何なされてるんですかみたいなさそ漁師やってますとか、あとサラリーマン、あとは典型的サラリーマンとか海賊なんか言ってこんだけど、そ漁師とサラリーマンとあとなんかわかんねえけどなんか言ったことあるよ、うん、ミュージシャンとは言ってこんないね、うん、なるほどセンス良すぎ、うん、もう土曜日で土曜日そんな会話するんだな、うん、ピンサロではね、うん、ピンサロとか床屋さんとか、でもお前らも聞かれるでしょ、ピンサロ行ってピンサロ風俗とか行った時さ、床屋ってないか、美容室だよ、床屋じゃなくて美容室だから床屋なんかないじゃん今、うん、ロックンロールスターって言っては言いません、はい、ピンサロって何すんの、ピンサロは69とか、あ69いやなんかどこまでだっけ、おっぱい揉んだりとか、あだから本番がなしってやつ、本番が、うん、そうチンコをマンコに入れるのがなしってだけ、うん、髪の毛かわいいね、残さない者生きがいです、ありがとうございます、風俗けど最近本当に俺けどもう4日間連続配信してんだけどもうやばいよね、うん、完全にさ風俗嬢だよね、いや完全に風俗嬢完全にもうあの配信能だよね、うん、ピンサーで69は腐ってないがしたことあるよ、やべえよやばいね、なんかもう配信能なんかな俺な、うん、でもお腹空いたんだもん仕方ないじゃん、うん、やばいです。ネット風俗嬢、ノコ風俗、え配信能だね。配信能だよね。そうそう、ちょっとやめ。1週間に1回とか言ってたさ、俺はどこ行ったんだよって話だよね。うん、したことあるよ、クソって。何がオーナーペコ、何食べますか、わかんない。決めてない、普通に。うん。だからドライブ行って、まあ、どこ行くかも決めてないし、とりあえずお腹は空いてる。うん、配信依存症。楽しいんだもん、配信。うん、配信面白いんだもん。面白いんだもんね、そんな配信なんかせずにさ曲作りやれってお前らさ言う人もいるかもしんないけどさ、配信楽しいんだもん、だからテレビゲームみたいなもんだお前らからしたら、パズドラとかさね、ポケットモンスターとかさ、それと同じなんだよ多分、同じ感じなんだよそうなんだよね、そう曲作り、そのね、うだなんか歌詞がスランプ状態だったら歌詞を真剣に向き合って書けよってこんな配信してる時間あったらよってお言うかもしんねえけど、うるせえ楽しいんだもん、
中毒性あるよ、ゲーム感覚なんだ。うん、いやでもゲーム感覚っていうか楽しいよ普通に。うん、しかも金稼げるしね、最高ね。金も稼げるし楽しいし、もう最高。じゃあ仕方ないな、現実逃避してな。うん、ここにもいい、ファンも嬉しい。まあてかまた残り痩せたってないが、知らねえって。だから今もう32キロとかだと思うよ。あけどリアルに、けど40、まあ40キロ台にはまたなったんじゃん。45キロとか48キロとか、うん、多分リアルな話。のこさんこんばんは。そんなのこさんを見て楽しくなる。あ、まあその分あれアルバムが出なくなるかもしれないけどな。来年。うん、顔赤くないって何、酒飲んだもん。うん、私は貧乏だと。これからのこたに貢いで、もっと貢いで、ほっぺは焦げてるよ。ほっぺ焦げてんの嫌なんだよね。だからたまに最近プクってや、プクってやつをちゃんと癖にしてる。こうやってこうやってやるの、こうやってやるのちゃんと癖にしてる。アルバムたママ活どう思いますか。ママ活って何、知らねえ。うん、アルバム楽しい。車乗れないね。あ、車乗れないね。これね、もう酒飲んじゃった。うん、配信前に。そうそう、かわいいかわいい。そうけど最近プクってしてるっしょ。いやだからここかなんかこけてると、なんかやなんか貧相なおっさんに見えちゃうじゃん。だから嫌なの。うん、のこさんの輪郭好きです。かわいいね。飲んでないちゃうんかいって何か。飲んでるよ。うん、飲んでる、いっぱい飲んでる、めっちゃ飲んでる。うん、ちょっとお酒飲んじゃったもう。うん、お酒飲んじゃった。出前取ろう。だって今日夕方6時に起きてまだ3時間ぐらいだけど。まだ3時間ぐらいしか経ってないけど、もう飲んじゃったお酒。うん、出前かな。いや、じゃあちゃんと普通になんか食い行けるよ。別に歩いても行けんじゃんね。そこら辺でも歩いてさ、これ千葉ニューだったら歩いても行けんじゃん。うん、歩いてセブンだね。うん、歩いてそこら辺行けんじゃん。目覚めのお酒ポイントチャージしてくるね。よろしくお願いします。パパ活女ってな、何パパ活ってよ、知らねえよ。な、援交援助交際援助交際とかすんじゃねえよこの野郎。お前自分の体を大切にしろ。タクシーでいいよって何が。いやいや、歩いていくよ。歩いてなんか行くよ。うん、なんか腹減ったら。あと気分が乗ったら、飯食い行くわ。気分が乗んなかったら、今日は飯、カップラーメンで済ますわ、家で。そう、優しい。援助交際のマイル版って何それ、知らん、ほんと知らん。聞いたこと、パパ活ってのは聞いたこと、ネットで聞いたことあるけど、詳細は知んないんだけど、のこさんも大切にしてて何か。僕女だったら風俗嬢になってるよ。援交も絶対してるね。うん、絶対は援交もしてる。うん、千葉雪降ってない。なんか北海道とかけど雪降ってんでしょ。うん、初見です。神々しいギターは書きました。あいざーす。カップ料理じゃあカップ、うん、気分だったらカップ麺する。昨日あの後セックスしました。昨日ってするわけねえだろバカ野郎。なあ、なんで運転しながらどうやってセックスするんだバカ野郎。なあ、そう寒い。のこテクニシャンの、セックスのテクニシャンではあるかもしれない。北海道生です。雪やばいよねけどね、本当にね。あ、前髪かわいい。今日はサイじゃないよね。今日はサイでか分かんない。サイザーだからできになってっつってんだろ。サイザーだって千葉にのサイザーできになってるから。だから歩いていくんだったらマジ爆弾爆しかないんだよ多分ね。俺に残されて松屋とかさ。ノコは下手そう。何言ってんだ、僕ちゃんと君にしますから。はい。テクニシャン、あの配信の前セックスしましたって。セックスしてない、あの前、配信の前は。お何もしてないよ。この間の心霊何だったってない、知らねえよ。爆弾の店員さん知り合いだよね。でも前回行った時なんか、でもなんか前回はさ、店員に聞いたらさ、俺のこと覚えててくれたっていうか、なんか、あの爆弾ハンバーグの中では俺がなんかさ、すげえなんか有名人みたいなってさ、なんかさ、僕のこと知ってますかって聞いたら、なんかあんちゃんが、はい、知ってます。な、爆弾ハンバーグで、なんかいつもね、あの爆弾頼んでる人ですよね、みたいな、配信しながらみたいな言われたよね、前ね。パンダの人。君にするぐらいはどやるよ。だって今の男ってさ、君にしないんでしょ。ね、クソだよね。フェラだけさせてさ、な、カスだと思わない？あのさ、女性ども。ね、自分はさ、フェラチオさせてさ、ね、フェラチオさせといて、ね、男の方が君にしないとかさ、ありえないよね。思うでしょ、それはマジで。ね、女性の皆さん。僕は女性の味方だから。うん、女性の味方だから。ね。何の話だよって、国の話だよ。国の話ってか、セックスの話。普通にさ、国、いや、俺さ、男でだからさ、嫌がるやつなんか最近多いよな。なんかネットでもな、なんか臭いとかさ、なんかさ、ね、気持ち悪いとかさ、癌になるとかさ、癌になったっていいじゃねえか、そんなもんよ、なもんよ。な、うん。男はクソな話、大事、ね。クソ、なんでそういう話になったって何が？俺がセックス好きだから。セックスしたい、今すぐ。今すぐセックスしたい。
ね、最近もな俺オナニばっかしてっからマジでガンになるの。だからなんかね喉のガンになるの、喉のなんかなるらしいよ。だから国が好きななんか芸能人とかってあの結構なんかねあの喉のガンで死んじゃったりするんだって。だから俺も喉のガンで死んじゃうかもそう知らんかった。マジそうマイケル・ダグラスとかもなんかさ海外のハリウッドスターもなんか国が好きでそれでなんかガンになったみたいな。そうツンクさんですか。いやツンクは分かんないけどね、うん、まあ実際分かんないけどガンになりやすいみたいな根拠あんのかって知らなんか分かんない。あのネットに書いてあった全部ネット見てばなんかつんくやだこの話な。てめえだとセックスしてんだバカな。女はやんない。イソジン残さするから好きな人になってるよ。どういうこと。フェラーはならないと知らん。自分で調べな。セックス事情は自分でちゃんとあの自分でちゃんとネットで調べな。シーンくんにいやまあ笑えないよね。笑えないよね。本当にさ実際死んでる人いると思うからさ。それでガンになってな。シーンくんにねえ。いや自分で調べろよ。フェラだって分かんないよね。男のチンポしゃぶんのね。チンポがしゃぶね。あれしゃぶってさね、まあ男のチンコだってさね洗ってないやつとかさいるかもしんねえじゃん。中にはさ風呂入んないでさな。それしゃぶったら多分さバイキンいっぱい入ってるわけじゃんな。気をつけなマジで。そう笑っちゃうな。ウィキに追加されるのつらすぎ。どういうこと。ネットで済まない過疎中ってどういうこと。ならフェラも申請終わっちゃう。シーンくんに汚ね臭いの無理汚ね。まあまあだから ねそういうのもあるわけじゃんバイキンがね。だからそこら辺はねちゃんとねパパ活かなんだかよくわかんねえけどセックス事情ねちゃんとね皆さんちゃんとしてくださいね。ちゃんとした方がいいよ本当にね。怖いね。童貞です。あ童貞あ頑張れ。なに童貞なんで。ブサイクではさ別にさあのさお前だからせあの俺みたいにもうさガッツガッツガッツいけよ。下手な鉄砲数打ち当たるからバイトでもさ適当にさな。もう別にさもうブスから美人でも誰でもいいよ。あのさもう LINE 手裏剣しろよ。メルアド手裏剣とか LINE 手裏剣もう片っ端からいい。あのね童貞とか言ってるやつねもうねあのねやる気が足りないんだよはっきり言って。僕から言わせりゃねやる気は足りないんだよ数打ち当たる。だってそれ実際俺モノ君になあのクソブサイクあいつに俺はそれを教えてあいつは結婚したんだよ。結婚まで至ったんだよ俺はあいつにね解き伏せて。だから結局やる気なんだよ。もう俺がモノ君を洗脳させたからあいつは結婚できたんだよいやマジ行動力なんだよ行動力ひどすぎるってないか。B 戦なんでしょ。 B 戦なわけねえだろなんで俺昔からなんかさブサイク専門になってんのな俺よくわかんないんだけどこれ本当に昔から B 戦なわけねえだろバカ野郎本当によ。普通に可愛い子ちゃん好きだわ。LINE 手裏剣いたアドバイス好きな人をするためにとってもちゅじゃあなお離婚したひどい泣くってなんでイメージ怖いな。のこさん行動力すごい。俺行動力すごいよ。僕は行動力の塊だから当たり前じゃん。だからここまで来れたからね僕は。そう行動力をファンに向けるな。まあ行動力がすごいからファンに向いちゃうんだよね。やっぱ性欲がすごいからね。性欲とあと金ね。やっぱ何回も言うけどあの性欲とあの金欲とあと名誉欲もうこれが人生大事。これがないやつはもうダメだよ。成功しねえよ。マジで。パパ戦男の人はみんな美人が好き。そんなことないと思うよ。別にそんなことないと思う。そうか。いや絶対そうだよ。特にまあ男も女もみんなそうだよ。成功してる人間はもう性欲とねナポレオン。もうだから太古の昔からナポレオンから言われてるけどもうナポレオンだって性欲がガリガリさすごいやつじゃったじゃんね。だからそういうこと三大欲求なじゃあロリコンって何かよ。あロリコンじゃないよ僕。だからロリコンとか B 線とかなんかよく言われてるけどネットの情報鵜呑みにしない方がいいよ君だ。なんかね僕のネットインターネットの情報ねノコはファングイ野郎だとかさいろいろ転がってっけどさな本当にな。なんか何でもかんでもネットの情報を鵜呑みにしちゃダメだよ。ノコさん何飲んでんの。僕いつものやつなんかサイダーハイボール。いやちょっともうお腹けどねお腹すいたほんと。何食べよっかな。ほんとお酒飲んじゃったけどまたマクドナルド行こっかな。
ちょっと、はい、久々来てみた。のごちゃんファンに手を出すって聞いた。うん、ファンに手出すよ、うん、出すときはね、うん、でもこれから気をつけます。はいこれ多分5回ぐらい言ってっけど今まで10回ぐらい言ってっかなこれから気をつけます。はい、ファンに手出すのこれから気をつけるよ。はい、気をつけます。頑張るよ。うん、頑張って気をつけるよ。はい、ジャンクフードばっかりダメだよ。マクドナルド、あの飲酒運転やめたら、だからもう飲酒運転しない。あ、だから運転はしないよ。うん、一生行ってそう、うん、俺もそう思う。一生行ってそうな気する、ね、40歳でも50歳でも、ね、80歳でも行ってそうな気するこのネタごちゃんで盛り上がっていいよ、別に全然。だってじゃ本当の話だもん本当の話だもん。バンドマンファンに手出してなんぼやろ。そんなことねえよ。ああ、そんなことねえ、別に。うん、別にバンドマンだけじゃねえよ。だから男なんて別に何回も言うけどね、結婚してる人とかさいるじゃん。あのオタクのね、旦那さんね、奥さん、旦那さん裏で風俗行ってっから隠れてな。うん、男なんかみんなね、なんだかんだ性欲あるんだよな。裏で風俗行ってっからな。YouTuber も、 YouTuber なんか今すげえだろな。バンドマンより YouTuber の方がモテるもんね。 YouTuber とかやばいと思うよ、本当に。あいつら、あいつらマジゲスの極みだよ。うん、そろそろ本命見つけなさいよ。本命見つけなさいよって言っても、だってそんな、だって俺だってそんな出会いないんだもんね。うん、まあまあ、でも彼女も彼女で作りたいけど。のこさんこんばんは。コレタンとかね、これこれとかやばいと思うよ。配信者もやばいと思うよ。まあ俺が言えたことじゃないけどファン食ってる俺が言えたことじゃないんだけどさまあでも YouTuber とかね、いのがね、もっとえげつないと思う。あと他の芸能人、あと他の芸能人、川谷絵のぴょんって、いや絵のんくんとかじゃなくて、まあ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 、まあ他の芸能人ね。まあこれ以上言うのやめよう。うん、他の芸能人はね、僕よりもねすごい人いますからね。本当に配信者の方がやばいでしょ。いや YouTuber の方がやばいんじゃん。あなた配信者、 YouTuber、 バンドマンやで。日当たりして、のこさん面白いからよ。いや面白い関係ない、別に。うん、裏事情がすごいな。うん、いや芸能界はね本当にねえげつないっすよ。僕もまあまあこれはお口チャックしますわ、マジで。うん、なんか知ってるよ。いやいろいろ知ってるよ。もう僕だってほとんどイニシャルもクソもねえよ。もうなんかまあいいやあんまりボロです。そっからなんか営業妨害になりそうだからやめよう。うん、闇深い、闇深いよ。まあまあ別に言うて、あの言ってさ、あのさ、枕はあの100あれあるよ。うん、枕はまあまああるよ。うん、枕、まあそれは前も言わなかったっけ俺配信で。うん、枕はあるよ。口軽い人になっちゃうね、 こんなにね、あのね、口をね、あの鉄壁のように閉ざす人間がね。うん、口軽い人になっちゃう。嘘でしょと、何、嘘じゃない、枕あるよ、当たり前じゃん、あるに決まってんじゃん。どんだけピュアだよお前、枕あるよ。うん、枕あるよ。芸能界なんか枕っけ、のこさん枕したのしてね、俺が枕してたらな、もっとテレビ出てんだろな。テレビとかフェスとかしたのって、枕してねえからお前売れて今こんな中途半端な売れ方してんだろ枕してる俺がな、枕してたらもっと売れてるわ男の人も枕営業はあるの？いや、あったらやりてえわな。いくらでもチンコしゃぶらせるわいくらでもチンコしゃぶらせるわ、あんなもんよお偉いさんにそんなことあるの？いや、枕はあるよ。うん、いや、これはね、具体的には言わないけど。なんで知ってんの？具体的には言わないけど、まあ業界づてで、まあまあその枕をね、持ちかけられた人から、あの聞いたことあるから。これはまあ、もうこれ以上は言いません。うん、枕を持ちかけられた、これリアルで人から、人しゃぶる側、しゃぶる側か。なるほど、俺男は枕さ、しゃぶる側か。そうそうそう、俺はまあまあ、だから聞いたことあるもん。うん、美佐子、ちなみにそれは美佐子さんではありません。うん、美佐子さんではありません、ちなみにそれはね。そうそうそう、その人は断ったの。うん、その人は断ったって言った。うん、美佐子さんではありません、その人は。ちなみにアイドルじゃありません。はい、まあこれ以上言うのやめよう、うん、持ちかけられたって言います。だからとりあえずアイドルではありません。はい、これ以上言うのやめよう。あ、ヒカキンか、いやヒカキンじゃありません、美佐子さんじゃありません。はい、断れんの偉い。
女優か、あいやもうなんかあれね、あのなクイズみたいになってくるから、これ以上この話はちょっと僕消されちゃうんでちょっとやめるわ。まあでもまあまあ枕はあるよ。うん、だって別にネットでも言われてんじゃんね、枕があるみたいだなんだかんだって、うん、どんどん言っちゃうじゃん結局、うん、いやいやもう言わない、千葉銀、いやもう言いませんこれ以上、秘密は顔でバレちゃう。のこさんこんばんは、うん、そんなことよりは元カノがどういう、やめてくれ大島って、 なんで、ま、いやだからお前らさ芸能人なんかな、なこれね言うけど火のないとこに煙当たった、お前らさあの芸能人とか有名、まあ有名人でも、まあ芸能人有名人だけじゃ なくてもいい、あのね他人なんか信用するな、な特にまあ特にお前らね芸能人とかだったらさ、まあミュージシャンでも何でもいいよ、有名人ね、バンドマンでも有名人な、ミュージシャンでも何でもいいよ、あの尊敬なんかするな、全員ゴミだから、うん、まあ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 、まあ、全員まあみんながみんなってわけじゃないけど、ほとんどのやつが俺がね会ってきたやつは、ほとんどのやつはねまあまあまあゴミ多いね。うん、のこもね、うん、俺はゴミだよ、俺クソゴミ野郎だよ、うん、俺はその中でも俺は結構な、まあまあけど同じぐらいかな、うん、俺はゴミだよ、うん、マジマジマジ、残災害ゴミ、いや俺もゴミだよ、うん、俺だって俺何回も言ってんじゃん、自分はゴミ箱野郎だって、うん、そう単純に人間はゴミだよ、まあまあそうだね、尊敬できる芸能人なんか今パッと出てこねえもんマジで、うん、パッと出てこねえもん、どいつもこいつもなんかいかがわしいさ、なんかさドラッグで捕まったりさ、な捕まってないかあれは、なんかさいろんな人いるじゃん。うん、タモリ、タモリって知らねえよ、会ったことないんだから。うん、ゴミでごめんなさいね。芸能人人間性は分かんないよ。いやだからお前らからしたら分かんないじゃん。だって夢を売る仕事だからさ、だってさ、俺なんか全部出してるわけじゃん。ファン食ってるし、何でもしてるぜ、セックスしてるぜ、わーいとかさ、ね、俺こうやってさ、お前らにもさ、怒ったりしたさ、クソども死ねとかさ、言ったりしてんじゃん、ぶっ殺すとかさ、渋谷死ねとかさ、ロケに早く出せ、ぶっ殺すぞとかさ、何でも言ってんじゃん。けどさ、ほとんどのさ、やっぱさ、芸能人の人ってそんなことさ、絶対言わないじゃん。イメージ商売だから。そうそうそう。だからね、騙し合いなんだって。うん。まあ、言ったら詐欺なんで、うん、詐欺師みたいなもんなんで、あ、お茶ばかりさんす、そうそうそう、そこまで芸能人泥酔したことない、言わないね、そうだね、うん、普通は言い過ぎてない、手の動きか、こんな芸能界、何、ゴミだから芸能界に行くしかない、そういうとこはのこさんの売り、あ、そうですね、これが僕の売りだから、ね、うん、お茶ばかりさんす、ボロクス言うじゃん、ボロクス言う、だって俺は見てきてるんだから、ね、深淵を、お茶ばかりさんす、深淵を見てきてるんだから、僕はもう10年間以上もうさ芸能界にいてさマジで、うん、じゃあ売れてない人は枕してないかって、いやそういうことでもないけど、うん、河本博さんお腹空いたんじゃん、お腹空いた、言わないのは嘘じゃないからね、容器容器、泥酔じゃなくてと、あと糖水、あと糖水って読むんだこれ、のこさ人間臭くて好きって、だって隠す、だってさしょうがないじゃん、配信なんかさもうベラ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 さだって人間なんか基本的に俺はなんか何回も言うけどゴミだと思ってるからさ、まあ俺もゴミだけど、まあ俺ほんと自分でも認めるよ、開き直るよ、ゴミクズ野郎だよ俺、うんね、もう性格悪いもん俺、うん、あちょおちょばかりさんす、うん、そうそうそう、おなぺこおな、うん、俺性格悪いもん、でもって配信なんかさペラ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 10年間も配信してりゃさ、俺の人間性なんかもうさみんな分かってんだろ、あ髪切りました、僕さっき髪切りました、うん、もう僕の人間性なんてもうこれ以上言ったら逆にこれ以上ないよ俺、うん、本当にドラッグとかやってないしね、うん、マジで、うん、本当にドラッグも一回もやったことないし、これ以上ないよ俺マジで、うん、分からん、そんなゴミじゃない、全部は分かんないよ、お茶ばかりざいます、残さんだだの目、自虐をしないです、自虐じゃないよ、あ、てか自虐じゃないよこれ、だって開き直った方がだってさ楽じゃん、お前らはさ生きづらいんで、お前らが生きづらい理由っていうのはさ、まあお前らだけじゃなくてもなんかやっぱさこうやってさ全部さ肌すっぱらかになっちゃえば楽なんだよ、はっきり言って人間ってみんな隠しプライドが邪魔してさ隠したがるんだよ、うん、大体の人間ってプライドがやっぱ邪魔するわけじゃないですか、俺もプライドねえもん、
ああもうだからプライドなんか持てるわけないじゃん今更さらさ、まあ、ちょっとぐらいプライドあるけど、もうほぼほぼプライドだもん、楽だもん、もう全部言っちゃった方が、うん、そうそうなりたいよってなればいいじゃん、まあ、いいこと言うねってないが、残さネイチャー、それはなかなか難しいのであって、なんで別にいいじゃん、何でも言っちゃえばいいじゃん、まあまあお、まあ確かにね、俺はやまあなんかまあ確かに会社員とか社会でねなんか生きてる人がね、会社員がさ普通にさ社会で会社で働いてる人とかがさなんかさ俺はね同僚の女めっちゃ食ってるぜとかさ、なんかさ俺みたいにさ配信でさ言ったもんだったらもうクビになっちゃうからね、それはまずいよね、確かに立場が違うからね、ごめんね、確かに俺の場合ちょっと役得感あるよね、何でも言えちゃうね、オープンすぎだから、俺はオープンになれるだからね、なんか役得感があるよね、なんかね芸能人っていうね、なんかそうそれは言えんやね、どんなやつよ、うん、確かにお前らは確かに働いてる人とかはねニートだったらけど言えんじゃねえか、ニートだ捨てるもんねえだろなあ、ニートなんてよ、おいなあただのアホ、うん、いやだからさ社会に生きてるニートなんか別に全然、だから俺だってさニートだ、昔ニートでさ引っこもりでさもう人生先行きなかったからさ、もう何でもさもう破れかぶれでさね、まあ昨日みたいなさね街中で大声叫んだりとかさ、もう捨てるもんなんかなんもねえんだから、うん、そうだからニートだ、ニートこそ別にさね、そういうことやって成功できると思うんだけどね、ニートはね、そういう立ち位置。それなりのことしないと言えないよ。捨てたものいっぱいあるよ。残すは昨日良かったって。いや別に昨日みたいなことはね、ニートなんてできるだろう。昨日みたいなこと別にさ。ね？本当にさ。うん、もうみんな死ねーみたいなさ、ね。言いながらはい、ツイキャスすれば、ね、ちょっと人数つくよ。はい。ニート言う相手いないよ。だから外出りゃいいんだよ。相手、だって俺だって昨日別に相手なんかいなかったじゃん。昨日の路上ライブ配信さ。な？まあ、相手なんか別にみんなサラリーマンみんな通りすがったじゃん。うん、そんなもんで、そう昨日最後寝ちゃう、今日何時まで配信する、今日も深夜、いや3時ぐらいまでなんじゃないかな、飯食うんだったら、うん、時間が欲しいね、路上ライブかっこよかった、素顔では恥ずかしいな、のこさんがすごいんだよって何が、まあ僕はだからまあ普通のニートと違うのは性欲、その何回も性欲の話してごめんね、性欲、出世欲、名誉欲、金かと金、もうこの欲望、まあとりあえず欲望が強いからなんだろうな、うん、ただのニートと違ったのは、うん、3時までかわからん、うん、だから多分そこは違うんだと思うな、やっぱな、うん、そう何食べる、わかんない、マクドナルドか、まあ近所しかないな、あだから今日た食べに行くとしたら、あの近所千葉ニュータウンもう歩くしかないから、あの完全なる突きね、うん、突きにしたやつは突しに来たやつはあの顔さらすからね、うん、あ歩きで行かないと、そう酒飲んじゃったね、うん、食欲一番ないよね、まあ食欲だけがないんだよね、そうパラメーター的に言えば食欲は全く なくて、なんか他のやつになんかね性欲とかなんか出世欲とかなんか名誉欲に、ね、あと金欲になんかそっちに全振りしちゃったんだろうね、食欲がない分ね、今日はどこ行くの決めてない、いやまた決めてない、とりあえず腹減ったってだけ、うん、ドライブしようと思ったら、お酒作るね。酒飲んでいい？食欲ないのに、今、そう状態。そう状態ってわけでもないと思うけどね。うん、わかんない。うん、でもなんか、曲作り、なんか、はかどってるから、嬉しいな。うん、曲作りはかどって、音楽に取り憑かれた唯一、音楽に取り憑かれた唯一無二、大島亮介、今ね、だからね、曲作りがはかどってるから嬉しいな。嬉しい気分。そう状態かわかんないけど、あっち！だけは今日みたい。あっちな。生きてんのはよきよき。なんで配信の知らん。うん、わからん。わか、配信がだから、配信が楽しいからだよ。うん。のこさんカップ麺食べるよ。うん。別に今日だって別にカップ麺でもいいよ。カップ麺でもいいんだけど、なんか配信映えするじゃん。外配信した方が。俺最近だから外配信、あ、違う。やっぱ外配信してからだ、なんか余計にまたなんかさ、配信が増えた理由。うん、多分それだ。それっきゃない。ね。外配信やって、それで、なんか久々にドライビング配信やって、ね。うわーってなって。それだよ。それきっかけでまたなんか、ね、もう4日間連続になっちゃったんだよ。ね。それっきゃないよ。ね。外でカップ麺食おう。どうねん。お前な、水道水しかねえよ、お前外。
カチコチだよ蛇口からひねってさ、公園でさ、まあ、まあ、昨日は1000人くらいって何が、ああまあまあ昨日はだってさ、まあ大声で叫べばさ、なんか増えるじゃんな。あ、てかさ、俺さ、ツイッターのリプライでさ見たんだけどさ、昨日コメント、俺ね、昨日聞いて聞いて、バリカタ昨日コメントランキング1位、あ、これ言うな先に、あ、まあいいや、聞いて、あのね、あのね、ちょ熱いわ、こっち脱ぐわ、カーディガン、あのね、焚き火しよう、うん、固い固い固い、おめでとう。あのね、あの昨日だからツイッターのリプランでも来たんだけどね、なんかね、あの昨日ね、なんとコメントランキング、昨日のね、あの総コメントランキングってなんかみんな知ってる、あのツイキャスの1日のね総コメントランキングってのがあるんだけど、あのね、あのね、かわいい介護ぶんなよ、いやいや普段こんな感じなの、介護ぶブリッコブリッコしとるわ、ブリッコしてねえわ、バカ言うな、なあブリッコしなくてもかわいいわ僕はね。あのね、それで米多いもんね、いやだからね、あのね、あのね、いやあのねってけど口癖なんだよこれいやこれ口癖だ、これ、ちょっと待って、言わして、これほんとこれ口癖だからね、あのねっていうのは僕ね、僕あのね、あのね、うるせえな本当に、おしまいよ、ちょっと待ってお前らやめろ、突っ込むな口癖に、口癖に突っ込むな、あとあれ舌打ちもやめろ、舌打ちってコメントが出たら最近よく言うよ、昔から言うわ、うん、あのね、ちょっとあのね、僕あのねって言うよ、だから舌打ち最近なんかね、なくなったよねとかコメントすると舌打ちが出てくるから、やめろね、やめろ今だから舌打ち出てきたもうやめろ、意識するとなんか出てきちゃうんだよ、うん、そうそうそう、一時期減った気がしたのに、あのね、あの何か知らねえ、あ、舌打ちね、あで舌打ちとあのねが出てきちゃってで、何だ、何の話、何の話だ、あ、コメント、そう、昨日コメントランキングがなんと1位になりました。でもってあの2位とか、要するにさ、俺リスナー数さ500、今まあだいたい平均500人じゃん、で、まあ、今最近だったら600人か、600人じゃんリスナー数平均ね、600人、へえよかったね、おめでとうおめでとうさん、600人じゃん俺1位だよ、それで、でもって2位とか3位とか4位とか、なんか石川紀之とか、石川のりゆきとか、まあ、これこれとか、これこれなんか3万人集めてんじゃん。5万人とか。石川のりゆきもさ、1万人とか集めてんじゃん。俺500人だよ。500人でさ、あのさ、1位だよ。何それなんでさ、リスナー数さ、3万人とかさ、1万人とか集めてる人がさ、俺よりさ、な、あのコメントランキング下なの。のこさんこんばんは、コメントそんな多いんだね、いやお前、いやこれはさ、俺さちょっとよくわかんないんだけど、なんで水増ししてんのいやマジで感動したもんっていうかわかんないけど、まあのこさんコメント読んでくれるかっていうか、それにしてもさ、だってさもう1000倍違うんだよ、あ1000倍って100倍違うんだよ、リスナー数約な、約100倍違うわけだよな、読んでくれるからって、まあ読んでくれるっていう、それにしてもだよ、リスナー数さ600人のやつにさ、リスナー数1万人とかさ2万人のやつが負けてるってどういうこと何それな、ファンの手6本ずつあるね、アシュラマンだとしか思えないけど、いやけどさ違うんだけど、俺さほんとさ他のさ、え、水増ししてんのあれ、ま、いやまあまあわかんないけど、本当のことはねわかりませんがね、だってこんなさ雑魚にさ負けてんだよコメントね、確かにね、配信者に対する信頼、突っ込みやすいんでしょ、コメント読んでくれたら嬉しいしな、何が他の配信者って別にコメント読んでるっしょ、俺最近見てないけど、まあ俺が一番読んでると思うけど、ロムが少ないんだよ、配信時間長いのもあるよ、配信時間長いのもあんの、水増し方法教えてください、いや教えて、俺も水増ししてよ、てかお前ら水増ししろやなあ、他の配信者みたいによ、うん、水増しした方がってさ、ね、これこれみたいに1万人ぐらいなるだろう。水増ししろよ。なあ。なんでだよって。いや、リスナー数はね、あの、めちゃめちゃ伸びれば、ね、例えばいいや、3000人、今500人じゃん、3000人とかになれば、あの、おすすめランキングの上位に入るわけじゃん。上位に入れば、あのね、上位に入ればさ、あの、初見の人が増えるんだよ。うん、新規ファンが、新生かまっちゃんのファンが増える。そういうこと、うん、水増し強要、うん、水増ししろや、うん、通知出せって数字出してんだから1万超えは信用してない、あー、その水増ししてるとか、やっぱこれこれとか、あのデブ絶対さ、な、
なんかさ5万人とか行ったことあるらしいな、あいつな。これこれさ、あれ絶対水増しだろ、これこれとかやな。蓋開けたら多分あいつさね、300人とかかもしんねえそれはないと思うけど、これこれの話面白いから300人はないと思うけどね、これこれたん絶対水増ししてると思う俺ちょっとは。うん、まあ1万人5万人は俺絶対ないと思うな、あいつの配信。ツイキャスの王、いや裸の王様だろあいつ。のこさんこんばんは。それは少ない、デブこれってないが、デブとか言うな、容姿のディスはダメだよ、容姿のディスは。疑いすぎ、疑うでしょ、だってコメントランキング1位だよ俺やばくないな。でもまあそれはね、やっぱね、お前らのな愛だよ。やっぱ他の配信者は愛されてねえのか知んねえけど、やっぱな、配信者で俺は一番愛されて、ツイキャスの中ではな、愛され王だな俺はな。ね、これこれがツイキャスのなんかよくわかんねえ古事記王だとすると、水増し王だとすると、愛され王だよ俺はな。いやほんとそうでしょ、残さ愛されてるでしょ。いやほんとにお前らのおかげだよ。いやほんとに別に俺のおかげじゃないよこれは。いや俺のおかげじゃないこれは、お前らのおかげだよ。だってお前らはやっぱコメント打ってるわけだからさね、いっぱい。あやとね、いつもあやとな、昔から言ってっけどね、うん、昔からやっぱコメント多いもんね。もうほんと昔から多いよ俺、もう配信ずっとやってて、愛されて、愛されランキング1位やで。残さんのそういうとこって楽しいか、千葉の田舎者、こちらこそこちらこそ、ラブイズを、のこさん大好き大好き、アートマン。いやでもさ、けど本当だよね、マジで愛妻ランキングで1位だよな俺な、こっちこそ。いやありがとうねみんなね、いつもねコメント、いや本当にニコ生だったら職人さんとかさ、まあ何でもいいんだけどさ、まあみんな本当にコメント本当ありがとうね。うん、こちらこそ、私とオールで眠いの、この配信か見たいから寝れない。あー、これから飯神配信するからね、あのものすごいあのキチガイ外配信するから、うん、あの酒飲んでるから今日はだってさやばくない、昨日だってさ酒飲んでないでさあんだけさね、ギャーギャー言えるさ人だよ。酒飲んでさ今外出たらさ、もうさポリスメンさ、もうパトカー多分30台ぐらい来るっしょな。路上ライブ配信してさするかしんねえけどさ、やった起きてる、すごいよね路上、よかったなって。あ、よかったね、あれはだからまたやるよ、うん、今日やるかわかんねえけど、うん、久々に神社行こうぜ、やばそうだね。オーラやばい、神社、あ、神社ね。あ、神、そこの、あの近くの、あそこ、俺が全裸で行ったとこの神社か。うん。あそこ行ったってつまんねえ、つまんなくないねえ。あ、てか、たたられるからやだ。あそこたたられるからやだ。ちゃんとだってあの後さ、コロッケをお供え物してさ、許してもらったじゃん。いや神社あそこはマジで、だからさ前も言ったじゃん、あのさ、だから今年も行ったんだよ個人的に、たたられにたたりこれ個人的にね、あの今年も行ったんだけど、だから前も言ったじゃん、あのさガナルカナル島のあの戦死者とか、あとサイパン、グアサイパンだっけ、サイパン島、第二次世界大戦のあの人が祀られてるやつっていうことを知ったから今年、だからあそこは行かねえよ、もう行かない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 。うん、それを今年知ったから、もうそれを知ったもんだったらいけないだろ、神社舐めたらあかん。うん、千葉議員に電話しません、参りに行くの、それはやばいよ。そう、それ死んない時に俺全裸で行ったからねいやそうと、昔あったから死んなかったから全裸で行ったんだけど、今はもう全裸じゃなくても行きません。うん、バカにでき、あそこはちょっとダメ、ほんとダメ、 あそこはダメ、不謹慎つかダメ、たたられちゃう。うん、マジでほんと死ん、あの、マジ死んじゃうよ。家帰った瞬間に多分、あの、ほんと爆発して死んじゃうかもしれない。うん、マジ。ダメダメダメ。大人の判断。もうダメダメ。だから違う神社行こっか。神社行くんだったら違う神社行くわ。ね。だから死ぬ。危ない。うん、髪型見せててない。髪型見てんだろ今なんかこれ。うん、なんか、21エモンみたいになってんじゃねえか。21エモンってお前らわかんねえか、ガキどもは。あの、藤子 F 不二雄の。ちょっと待って、これちょっと、ちゃんと髪の毛整え、髪の毛整えたら、ちゃんとね。はい。違う、どこで切った？そこら辺。だから、普通にね、新生かわっちゃんの人ですよねって言われてさ、ね、話しかけてくんなよってさ、まあ嬉しかったけどね。うん、バレた。店員にバレた今日。はい。
可愛くなったね、前髪が違う神社21円もんってあるじゃん。うん、まあまあ、しないよ、正カットじゃないよ。今日は3600円とか、うん、カット、はい、1000円カットじゃないね、今日は。嬉しかった。いや、それ嬉しいっしょ。いや、嬉しいよ、基本的に。別に店でもさ、なんでもいいけどね、配信外でもさね、話しかけられてさ、のこさんですよねって言われるの、いや普通に嬉しいよ。やったってね、やったって。それ嬉しいっしょね。うん、いろんなとこ行くってね、安い、可愛い、3600円、髪型似合ってる、かっこよくなった知名度高くなったっていう、うん、いや知名度高くなったっていうか、まあまあ、もともと知名度は高いかどうか、まあまあ、まあまあ、頑張りますよ、頑張っていきますよ。またね、来年もね、未来ミーティングしていろいろね。あ、あとさ、その服どこで買ったって何か。だから全もらい物つってんだろ。これも最近ファンからもらったやつ。うん。これも最近、これクマ。あとはこれももらったやつ。ね、こいつの下ももらったやつで。で、靴下も多分これもらったやつ。で、これもね、もらったやつ。あ、これはけどファンからじゃなくて、末高さんからもらったやつ。昔のね、スタイリストさんから。でね、後ろのやつ。ね、ぶら下がったやつ。ほとんどファンからもらったやつかな。あと末高さんかな。自分で買ったやつもあるよ。うん、あるあるある。もういっぱい届くからさね、僕だからね、60個60個届いもらと、なんか毎回プレゼントもらうときね、あのファンから定期的に、お前らからね60個もらって、モノくんは2個だからね配信しねえか、愛されてるね。いや、モノくんだって別に愛されてるはずじゃんまあ配信しねえかと思うわ、やっぱあいつ。しゃあ貢がれまくってる。いや、だって別にモノくんとか千葉銀とかさ、だってね、美佐子さんとかも別に愛されてるでしょ。2個、モノくん前回2個だってよ、マジでまあ別に2個でもいいじゃん、個数の問題じゃ、数の問題じゃないじゃんね。モノくん何もらってんの。いや、それは俺の口からは言わないよ、うん、本人に聞いて。モノくんと配信して、あ、てか普通に俺今日モノくんに LINE すりゃよかったね。またモノくんと配信するわ。うん、うん、なんか先週ね振られたから、うん、君特別昔から。お手紙だけでも大丈夫ですよ。お手紙もだから全部なんか読めてるわけじゃないけど、うん、でも全然読んでるときはほんと読んでるから、うん、なんか送ろっかな。モノくんかわいそう、ユキは来ねえか。いや、配信してないかと思うよ。だってモノくんだって昔はさ、なんかさ、あれなんだっけ、等身大の初音ミクなんかわかんねえけども、あとさ、たまにすげえのあいつもらってんだよ。なんだっけ、あの残さ一番何もらってるし、あ、だからそれは愛だよ。うん、手紙でも何でもいいよ。あ、ゴミを食いつけられたらね、あの本当にね、ぶっとあの壁殴るけど、うん、いやだから愛だよ。うん、等身大の初音ミクみたいなの。あとモノくんすげえんだよ、たまに。なんかさ、あ、なんだっけ、プレイステーションみたいなゲーム機、そうそう、けど、いや、あいつたまにすげえのもらってるよ、モノくんって。なんかたまにすげえ、もうそう、なんかね、モノくんのすげえファンが多分、昔から多分いるんだよ。そうそうそう。うん。のこさん好きな色ある。ピンクと青。ピンクと青が好き。僕ピンク好きってイメージある。プレゼントどこで送るの？あの、パーフェクトミュージックって検索して。パーフェクトミュージックって何がパーフェクトか知んねえけどよ、バカがよ。何がパーフェクトミュージックだよ、アホ。あ、まあ、いや、あの、その、あ、そう、パイトミュージックで検索したら、あのね、住所が出てくるから、住所が出てくるから、そこの事務所に送って、そうそうそう、石油よ、あのバカが、おい、青ね、あのバカがよ、何がパーフェクトミュージックだよ、本当に。何がパーフェクトなの、バカがよ、本当に。センスなさすぎでしょ。ね、プレゼント送ってくださいね。ただまあまあ何回もね、これは言うけど、全部俺さ、だから60個とかさ毎回来るからさ、服とかだからぬいぐるみとか多いからさ、すげえなんかさ、もう全部が全部紹介できないからさね、そこだけね覚えといて。今度送るね、事務所でもうちには全部届いてるから、うん、お菓子でも何でも、なんかそうそうそう、シャンプーとかね、なんか今日送った、のこさんがいるだけでパーフェクト。服全部着れねえよ。ぬいぐるみだってめちゃくちゃいっぱいほんと着てるもん。あー、M ステ出てよ。服は L、あ、そう、服は L サイズでお願いします。ちなみに。僕はね、M サイズとか S サイズは着ません。
L サイズでお願いします。服は、うん、服は L サイズね。うん、そうそうそう、手紙も読んでるって、だから何回も言わせて、読んでる時読んでるって。うん、だから全部読めてないよ。うん、だっていっぱい来るんだもん手紙も。うん、読んでる時は読んでる。うん、 L サイズダボダボ了解。うん、 L なんだ。そうそう、そういう感じ。なんで L、 ダボダボが好きなの僕昔から。プレゼントだけでも生活できそう。まあそうだね。うん、プレゼントだけでも生活できるかもね。足はって何が、足って何、何センチ、26センチとかかなけど僕。うん、ピタッと、まあ何でもいいよ、くれよ。うん、俺んちには届くから。うん、俺んちには届くから。うん、あの生物はダメだから、ちなみにね、生物は、うん、うん、生物はダメだから。今何が欲しいですかって何回も言わせんな、ほんとに。よ、うん、俺が言ったらもうだから参考用語とか、だからなんか前回も言ったじゃん、だから足が伸ばせる風呂だよ、ほんとに。よ、頭はって何が、頭はいいよ、頭ちょっと悪いよ。足22センチじゃねえよ。さあちっちゃくねえわ。26ぐらいだよ。うん、ちょっと待って、鼻水出る。プレゼント生活、足が伸ばせる風呂ほんとありたい。でも引っ越すしかないよね、風呂送んないで。風呂送られたらね、多分ここら、ここのこのソファーに置くことになっちゃうから。バスタブリフォームすれば。古い木、ゆるぎの銀座、はは、うん、足伸ばせるお風呂外に置いてもいいですかということで。うん、古事記生活、いやいや、まあ何でも、あ、もう、あ、もう何でも嬉しいって、本当に手紙でもマジで。うん、本当に。五右衛門風呂でもいい。だから風呂置くんな、リフォームしよう。いや、リフォームしないよ。てか、リフォームなんか多分できないもん、うちの。なんか風呂配信でお前ら見たことあると思うけどさ、うちのお風呂。多分リフォームできないと思う。うん、別に、あの、貸し賃じゃないよ、うち。買ったやつだよ、300、なんか、いくらか、600万円か忘れたけど、この団地ね、600万円でか、なんか700万円ぐらいかで買ったんだけど、うちの親父がね、昔ね。なんか、だから、買ったやつなんだっけ、買った家なんだけど、リフォームは多分できない。うん、600万か700万って言ってた、うちの親父。うん。でもリフォーム多分ね、できないと思う。うん。家買ったろうか。うん、買って、家。六本木ヒルズ住みたい。うん。お風呂だけできるっしょ。できんの？でも高いっしょ。うん、できるの？本当に？リフォーム。そう、なんか。多分、いや、わかんない。できないと思う。できんの？割と安いや。本当に？できんの？あ、マジで？そうやったら別にお前らに送ってもらわなくていいわ。自分でやるわ。できんの？マンションとかもでき、あ、本当に？あ、マジかよ。お茶爆タワーはよ、ね。お茶爆タワーは六本木ヒルズね。ちょ、待って、違う、違くて。マジできんの？君ならできるじゃん。君ならできるじゃん。100万ちょっと。あ、高いじゃん。ね、高いじゃん。そうやったら今のお風呂でいいや。うん、それあったら別に、ね。ちょ、ヒートテック着てるからちょっと暑いんだけど。うん。ヒートテック着るんじゃなかった。のこ風呂入るんかよ。入んないよ、あんま。でも足伸ばせる風呂、ね、バスタブがあれば、まあけど、ね、入っちゃうかも。ね。まあすぐ飽きちゃうかもしんないけど。リスナーの何ショーにお願いしよう。何漢字を読めない漢字やめろ。うん。お茶箱ホストだから僕。のこ100万高いと思うんだ。当たり前じゃん。そんな稼いでねえからな、こっちな。あ、まあ稼いでっけど、金持ちだけど。うん。ケチだから俺。うん。ついでに全面防音にしよう。まあまあ、防音も高いんだよ。そうやったら引っ越すよ。うん。防音マンションに引っ越すよ。そうやったら防音、まあマンションみたいなさ。うん。飽き性だよ。うん。俺は飽き性。うん。のこいつもじゃ、貯金いくらですか？貯金とか僕、そんなお前らが思ってる以上ない。いくらと思う？うん、お前ら俺の貯金、今。うん、いくらと思う？金持ち、分けて、いや、金持ちは金持ちだけど、多分お前らが、700、800、まあ、正解。ちょっと近いとこがもう出た。2000万もあるわけねえだ、バカ野郎。あ、ちなみに俺、親父にもあげてるからね。親父にあげてなかったら2000万とか言ってると思う。うん。
親父にもちゃんと俺は本当に渡してるから、そうそう親父のとこの家賃とかさ、そうそうなんかさ生活費とかネオニーのさ やつとか、そう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 、うん、親父に渡したかったら2000万とかあるよ絶対に。親孝行だね本当って。だってもともとだって親父ん家をさ占拠してるわけだから当たり前じゃん。うん、まだ1000万いってない、いやまあそんぐらい、あでもまあまあまあそんぐらい、1000万と800万のねちょっと間ぐらいよ。うん、そんぐらいです僕の貯金。ああ金持ちでしょ。まあおか、まあ、こんだけ貯金持っけどさ、言うてさ、けどさ800万とかさ貯金持ってるやつなんかいないっしょ俺と今の現代って、ね、金持ちっしょ。あげるわけねえだろバカ野郎ね、いないっしょな。だいぶ増えたなね。いやだいぶ増えたっていうか、まあまあまあ一応最近もね、あの印税入りましたからね、いないと思う。増えてきてる、うん、ちょっと増えてきてる、うん、ちょっとずついないよ。ケチだもんね、うん、俺ケチだし。そんなにあって何使うの。いやベルマークだね、やっぱね、恵まれない子供たちのために、うんね、やっぱね、あ恵まれない アフリカのやつの基金にねぶち込むね、いつか。はい、100もないです。税金怖い。なかなか1000万近く貯金してる。チャンネル3年次で1000万いけるやろ。嘘つけ、偉い。印税も入ってるし、ボランティアか、優しいね。はいはい、嘘や嘘。あいや、やるかもしんないじゃん。ね、頭おかしくな、いや、なんかタンスに頭ぶつけて、いきなり。ね、うん、タンスに頭ぶつけて、いきなりさ、善人になるかもしんないじゃん。ね、マザー・テレサみたいに。今はゴミクズ野郎だけど、な、うん。いきなりやるかもしんないじゃん。善人になるかもしんない。本当にいい人になるかもしんないじゃん。未来系で語る1万ドル。毎月、月が出た。タモさん、何今投資は今何してんの。投資は、あ株やってるよ、うん、三井住友に300株ね入れてます。はい、ないな。養子取ろう、マザーテレサで。それならパパにあげよう。まあ親孝行もけどしてるよ。うん、お前ら知んないだけで俺親孝行ちゃんとしてるからね、たまにね。パパありがとねって。うん、いや普通に、いやけどまあパパありがとねなんて言うんだけど、これガチで言っていい、親父ありがとなって。いやこれが嬉しいんだって。お前ら親にこんなこと言ってっか。親父ありがとうだって。いや確定申告、確定申告なんだけど。まあ最近だったら確定申告とかなんだけど、親父ありがとうなって。いや言うよ言うよ普通に。いや言うと、いや今までも言うよ、うん、今までも言ってる時言うよ、うん、うん、別に親父のこと嫌いじゃないし、俺親父のこと嫌いじゃないよ俺。優しい、嫌だ、恥ずいってないよ。お前ら死んでも言わないと思う。お前ら本当に、あ言わない。いやけどね俺も昔そうだったよ、うん、ぶっ殺したいって思ったん、親のこと。あ親父とかね、株持ったらマイナンバーしません、お茶ばかりざんす。いや俺もね10代の頃とか20代前半、あいや20代前半わかんないね、あんま20代前半までか、23歳ぐらいまで親父のことぶっ殺したいって思ったよ本当に。あマジで、うん、でもまあまあやっぱ年取るとね、お茶ばかりざんす。年取って親父にボーナスあげよう。照れくさすげえな。いや違う、だから30過ぎてからだよこれ、俺言うようになったの30過ぎてから。うん、もう10代の頃は本当にマジこいつ殺してる、だから包丁持ってぶっ刺してるかって本当に思ったからね。そう、うん、偉い。人は変わった、まあ大人になったからね。そう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 。いやお前らもそうなるって。親が死んでからじゃ言えねえぞ、お茶番です。親が死んでからじゃ言えないぞね、あのお前らね、あの子供ね、ガキども、特に大人の子さん、大人だったんだ、うん、なんかお前らガキどもね、特にガキどもだよな、ね、あの言えなくなっちゃうよ親が死んだ後にね。のこさん元気だねって、そうだよね、ほんとそれ。あとのこさんも、おちょばかわざっすね、あおちょばかわざっす、もう丸くなったよ。そうだね、イケメン男子アピやめて、親嫌いだから。いや当たり前ですから、アピールじゃないから、それは思う。大人になったのこさん、いやだから別に俺30過ぎてからだよ。うん、そうそうそう、そりゃ大人になるっしょ。うん、やっぱ親父すげえって思うもん、やっぱ親父ね。やっぱママともさ離婚してさ、やっぱさいろいろあいつのことも見てきてるけどさ、それにめげずにさ自殺もしないでさな、やっぱ離婚とかその相当だと思うもん。うん、だからさ、いやあいつのことは俺はね、いろいろ尊敬もしてるしさ、うん、親父は俺は大好きだよマジで。うん、本当だ。のこさんこんばんは、親父の話してます。
ひとしさんすごい人や。親孝行分かっててもなかなか言えない。まあね、まあ若いうちは言えないんじゃない。うん、分かってない。そうだったね。親父に残され泣いたって、ね、離婚したんですよ。あ、そう、離婚、あ、そう、最近ぶっちゃけちゃった。俺最近酒の勢いでね、あの、ぶっちゃけちゃったから、そうそうそう。うん。うちは離婚してます。はい。ママが死んだんじゃありません。離婚してます。はい。ママ、所在地はね、言いませんが、どこにいるかはね。うん。連絡はたまに、だからさ、もう本当にたまにだけど、ね、取り合ってる。うん。まあ、お母さん尊敬して仲良くしないと。のこさんこんばんは。親になると子が元気でパパと仲良くっていいね。知らなかった。なんかいい話してるっぽい。え、マジかよって。マジだよ。ママは嫌い、ママ嫌いじゃない、別に俺。うん、うちのママ普通にマジメンヘラあかんね。ちなみにまあ再婚してる、再婚してないよ。うん、うちはまあ再婚してません。うん、だから再婚さ、まあまあこれ以上やめよう。まあとりあえずママの情報はやめよう。これ以上やめよう。うん、うちのママはけど、見てたらごめんね。配信もさ、だからさ、そうそうそう、俺見てるって言われたことあるからさ、そうそうそう、見たらごめんね。うん、だってお前メンヘラじゃん。うちだから、俺別にだから、俺も見てきてるし、それはね、あの小学生の頃とか、はい、見て、パパも配信見るの知らない。うん、いや見てるって言われたことあるよ、ママに。ね、お父さんにニューヨーク案内してもらおう。どんだけぶっちゃけるのって。何がぶっちゃけるって。でも、もう仕方ないじゃん、もう行っちゃったんだから、もう行っちゃったんだから仕方ないだろ。うん、お母さんには何が会いに行かないのって。何がいや別に俺会いには行ったことあるよ。うん、あの、何年前か分かんない、最後に会った何年前かな、けど結構前だよ、もう、うん、もう6年前とか、うん、6年前とかかな。うん、親父とだからさ、うちのさ、ママはさ、母さんはさ、父さんと母さん別に仲いいから、仲別に離婚したとしても仲悪いわけじゃないんだよ。そうそうそう、仲悪いわけじゃないからさ、そう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 。ライブ来たことある？知らない。ライブ来たことあるって言ったっけな。うん、忘れてた。うん、今は行かないの。うん、別に、うん、会いに行きなよって。別にそんな、別に、うん、まあまあ、またいつか会いに行くと思うけど。そうそうそう、自慢の息子。じゃあもっと会えばいいの？だって遠いんだもん。うん、いや、別にあの、まあ、どっか言わないけど、遠く住んでんね。うん、遠く住んでんの。近く住んでるわ。別にさ、いいけどさ。うん、70歳くらい。うちのママはね、いくつだっけ、年齢忘れちった。うん、50歳くらいかな。うん、50歳くらいじゃん、知らん。うん、50歳くらい。うん、なんで死んだって言ったのって。何が分かんない、なんか勢いで。うん、その時のなんかインタビューで、なんかなんだっけ、なんか昔、なんかなんかさ、なんか忘れたけど、うん、その時の勢いで死んだって言った。うん、まあ、結構離れてるの。若くて分かんない、年齢忘れた。この間詳しく話したっけ、お酒で忘れたけど。うん、そう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 、聞かれたくなかったからじゃね、殺すな、そう、死んだって言った。うん、まあまあまあ、でもまあまあ、そんなね、でもまあまあ、俺にとってはいろいろあったんだってな。お前ら言うけど、まあまあ、これ以上俺もそんなさ、ね、同情するな、金をくれじゃないけどさ、まあ僕だっていろいろあったんだよ、僕だってさ。うるせえよ、まあ察しろよ、いろいろあんのわかるだろ。お前らって離婚したやついるだろ、親な、いろ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 あるんだよな。親その時しかもさ、あの精神状態もさ、ちょっとさ、いじめられててさ、頭おかしかったしさ、それで立て続けていろいろあったんだよ。言いたくないわ。のこさんこんばんは、元気。うん、みんな離婚してるよね。あ、そうなんだ。うん、そう、いろいろあるんで、まあ、そういうのも相なって多分ね、自然にね、もう死んだことにしたかったのか死んねえけど、そう、うちも離婚してる。まあ、いろいろあるよ。うん、離婚したけどほぼ大人になってから。離婚した、うちも捨てられた。お前ら離婚いっぱいいるんだね。え、結構いるね。うん、苦難重ねてかわいそうって。
そう、うちも母親やばいと。俺だから10代がだから何回も言うけど、ほんと10代が一番暗黒期だったからね。うん、これは昔から言ってっけどさ、もう16歳、うん、もう15歳16歳ぐらいがもう一番、もうそんぐらい、うん、そんぐらいがもう一番もうね、もう頭がそこでね、頭がおかしくなっちゃったんで僕は。そうそうそう、うん、頭がおかしくなっちゃったんですよ。わしもとこもやで、いやお前ら多すぎだよ本当に。まあ結構、まあけど世の中結構いるって言うからね、離婚ね。私も今暗黒期で多感な頃いろいろあるよ。うん、今晩うちも離婚して、うちはまあ精神病院に閉じ込められた。うちは両親亡くなったら本当生きてるうちに、まあまあそうだね。いやだからさね、まあ両親亡くなかった方もさいらっしゃるでしょ、やっぱさ お前らの中にもさ。だからうちの親父も70歳でさ、まあママはさ、まあ50歳とかわかんねえけどさ、ほんとわかんねえんだ今。50か60か死んねえけどさ。うん、でもさ、うちの親父はほんと死ぬからさ、生きてるうちにほんと親孝行しないとな。兄は何してんのってもうね。兄はだからどっかなんかね、外国行ってなんかね、知らねえよ。ドラッグ吸ってんじゃん、知らねえよ。頭おかしい兄貴だから。うん。もうマリファナやってんじゃねえの、知らねえよ。うん、両親は自殺しようとしても止めない。他人とはもういない、親病気してる、親孝行大事、解体や、解体やす、はい、はい、結婚ってそれは大変なんだね。いや結婚って大変でしょそりゃ。うん、結婚なんかだから俺だからもう、ね、絶対したくない今。うん、ドキュン名前なんていうの、あ言いません。兄貴も俺の配信見てる、兄貴ごめんねこの前。まあ見てる、ほんと見てる。いやほんとツイキャスな、俺のツイキャスなんてマジでさ、ほんとパパもママもさ、兄貴もさ、見てても親戚も見ててもおかしくないからさ、この前名前言っちゃってごめんね。兄貴は名前この前言っちゃったんだ。うん、お兄ちゃん見てるんだ。だって兄貴もライブ来たことあるしね。うん、そうそうそう、独身の方が絶対俺は幸せだと思うな。うん、俺は。うん、なんて名前だっけて、いやいやもう言わない言わない言わない。さすがに家族の個人情報は言わねえよな。家族の個人情報は親父だけだよね。ママの名前とか兄貴の名前とか言わないよ。うん、首吊り自殺した、まあそれはな、まあまあまあ人生な、いろいろあるよな、そういうな。まあ俺は親父そういうことしてないからお前の気持ちはわからんがな。なるほどな。ママの名前言ってたって、何が言ってたっけ。え、俺言った、言った、え、マジで。あれさ、俺さ、あのさ、トピックで覚えてっからさ、あのさ、酒飲んでる時ってさ、ラリってたじゃん、あの時さね、めっちゃなんかさ、ラリっててさ、大声出してたじゃん、酒めっちゃ飲んでさ。そう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 、あ、いや、言った、緑、あ、言った、言った。おい、言ってんじゃねえか、思い出した。あ、ママに捧げ、お母さんに、母さんに捧げたいって。今思い出した。もうダメだね、もう酒飲まないわ。おい、酒飲まない。おい、母さん、あね、ママに捧げたね。おい、忘れて。あ、まあいいや、もういいやね。あ、まあまあいいや。うん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 。もうやだよー、やだよ、やだよ、やめてー、ガッツ、やだ、もう、ほんと。もう、いろいろやだ。緑の長靴が俺のさ、母親のためにさ、母親のね、ことをね、なんか、ちょっとタイトルに入れたとか、そんなこともさ、お前らに知られんのもやだし、うちのね、ママの名前をお前らに知られんのも当然やだしさ、もう、いろいろやだ、もう、やんなっちゃ、もう。もうお酒やめましょう。お酒飲まない、もうちょっとお酒作ってくんね。あんま飲まないね、やっぱもううちではちょっとね、もうほんと酒は怖い、酒は怖い。いやお酒だけじゃないんだって俺ね、やっぱたまにね、あのね、前日ね、あのためにね、あ、これで、ね、言い訳させて、飲むんかい。ノルウェーの森広い、ひとしの長靴って。うるせえ、うるせえや、何が聞こえ、ひとしの長靴だよ。うるせえ、ひとしの長靴って、なんだそれ。ワイも酒飲みたく、
外出てよ近所。あーなんかお腹は空いたから、まあまあ気分乗ればなんか飯食いに行くよ。愛しいの長靴やめて。愛しいの長靴やめろよ。いや俺そういうのだから言いたく、あ髪切りました。そういうの僕言いたくないからやめて。本当に、はい。じゃあ、あとカービィじゃねえじゃん。俺カービィ流したつもりなんだけど。うん。カービィ聞かせるか。あ、クリスマスだから。あ、じゃあクリスマス気分始まりましょう、またね。ちょっと待って、酒つけ。今日何回抜いた？いや、抜いてないよ。うん。昨日と今日、2日間連続でなんと抜いてません。オナニーしてません。うん。オナニーしてない。やっぱオナニーしないとね、なんかね、髪サラサラになる。これ本当に。マジマジマジ。うん、あとちょっとなんか元気になる。これマジで。うん。クリスマス嫌い。酔ったらさ、記憶飛ぶんだ。違う。あとね、精神薬がね、俺さ、だからさ、前日さ、めっちゃ眠れない時、マイスリーをさ、やっぱ、マイスリーとリーゼとか、ヨッカンさんとか、やっぱ飲む、めっちゃ飲む時あんで、酒飲みながら。それがやっぱ残ってる時あんで、翌日も。でもって翌日な、残ってるかつ、酒をいっぱい飲んだ時は、もうラリル。記憶、そん時なんだよ、記憶がなくなるの。マジマジマジ。そう。残る時あんじゃん。リーマスも飲んでるよ。そう。残ってる時あると、あるからさ、マイスリー好きってないよ。マイスリー残るよね。だからめっちゃ眠れない時とかさ、そう。たまにさ、なんかさ、焼け酒ならぬさ、なんかさ、焼けドラッグしちゃうからさ、そう、ラリリ対健常者闇。やぶないなさ、そう。それが残ってる時に、ね。自分では分かんないじゃん、それが残ってるかなんて。ね。うん、ラリってるのがさ、残ってるかなんてさ、精神薬がね、脳みそにさ。で、酒いっぱい飲んじゃうときはさ、ね。そういうときが頭おかしくなってるね。そう。眠れないの12時間寝てんでしょって、だから寝つけるまでだよ。寝つけるまで。12時間寝てるけど、その寝つくまでに、いろいろと、なんか、数学のこととか、国語のこととか、なんかね、ウィキペディアのこととか、ね、ネットニュースのこととかがいっぱいさ、ぐるぐる回っちゃうんだよ。俺やっぱ繊細だから。エビリファイ飲んでるけど死ぬほど眠くない。薬だけじゃ効かないのって、だから薬と酒だよ。薬だけじゃ効かない時ある。俺、本当に。これマジで。うん。精神薬、マイスリーだけで眠れない時本当にあるんだよ。その時はもう酒ぶち込む。酒と精神薬。で、気絶する。これほんとね、これは昔から。これほんと、いつ治んの？教えて。これさ、治った人いる？先輩、パイセン。ね。ほんと、ちょっとさ、教えてください、ほんと。メンヘラ先輩。これさ、俺より年上の人。年取ったらさ、40歳とかになったらさ、治る？私は、気絶はやばい。いや、気絶する、そういう時は。のこさん、ほんとに繊細だよ。治らない。うん、ちょっとよ、なんかさ、俺より年上の人教えて、これいつか治るの？こういうのって。一生治んないの？ねえ、薬を止めると決めた時に治る。気絶からしゃあない。感受性が強すぎる。それは感受性強いよ。繊細だよ、僕は。治らないよ。38だけど、男性は難しいかも。治るよ。治る？いいな、ほんといくつになったら治るの？これ。うん、薬は飲んだよ。ちょっと諦めたら治った。お腹いっぱい食べれば眠くなる。飲まない努力、治る。治るのがどっちなんだよ。残さ、治りますように。歳いけばマシになるって言うよねって、そうなの？俺だってさ、20代の時から変わんないよ。マジで。うん。ま、20代の時から変わんないよ。これは。うん。この曲って、そううつ、16歳から飲んでんの。うん、16歳から摂取薬飲んでる。治んなくていいじゃんって何が。治してよ。さすがにちょっとぐらい。うん、治したい。うん、完全には直したくないけど。うん、完全には直したくないけどね。太陽浴びなって。俺にはさ、俺の世界には太陽なんかないんだよ。うん。いつだって暗黒の中で生きてるよ。うん、弾薬したいですよ。ちょっとさっき酒飲むね。あ、ちょっと待って、俺今日さ、どうしよっか。何、マクドナルド行こっか。サイゼリアと松屋は配信したままあったら、出禁になってっから、どこ行こっかな。なんか、じゃあ、食べに行く配信はちょっとなんかするわ。うん。お酒の不眠は辛いよね。いや、どうせ、なんかお腹空いたし。うん。
やめる気ないように見える。うん、やめたくない。精神薬はやっぱ飲みたいよ。うん、だって大好きだもん精神薬。メンヘラ好きだもん俺。メンヘラ好きって他人のメンヘラぶっ殺したいぐらい嫌いだけど自分がメンヘラだ。やっぱね、中二病だから俺。中二病だからやっぱね、自分がメンヘラでいる、なんか自分が病んでる自分が好きなんだよ俺。そう、同族嫌悪。そう、他人のメンヘラぶっ殺したい本当に。ちょっと酒作ってくれ。今日は何飲もうかな。今日はじゃあこれだ。今日は君に決めた。今日は君に決めた。スノーボードしようぜ。今日は君に決めた。これ、うん。デザイアもメンヘラじゃんって。デザイアって。中森さんのこと。あの子メンヘラっぽいけど別にいいじゃん。うん、今来た何してんのってないよ。配信だっつってんだろ。な。今来た何してるのってさ、コメントさ、昔からさ、よくあるんだけどさ、見りゃわかんじゃん。配信だよ。もう目ん玉ついてんのか、バカ。うん。ね。うん。あ、秋名さん元気ですよ。元気。うん。ちょっとじゃあ、とりあえずね、これね、じゃあ、これウイスキーね、ちょっとね、まず入れます。あ、ちょ、氷。ちょ、物飲みすぎない。ウイスキー。ちょ、待って、氷。あ、そうだ、ちょっと。俺最近ちょっと偉いんだよ。それかっこいい。それいくらって知らないよ。これもらったやつだから。もう全部もらいもんだっつってんだろ。ほとんど、もらいもんだっつってんだろ。もう、ここに、これも、このね、ジジももらいもんだし、これももらいもんだし、これももらいもんだし、これももらいもんだし、ね、ここはパジャマもらいもんだし、な。ほとんどもらえもんだよ。マジでプレゼントだけで生きていけるような俺な。うん。じゃあちょっとね、プライドはいつ捨てたんですか。プライドはいつ捨てたのかな。けど10代の頃はね、まだねあったね。10代の頃、20代前半まであったかな。20、あ、けど俺メジャーデビューしてからカッコつけてたもん。20、あ、けど27、なんだかんだ俺27歳ぐらいかな。20代後半からプライドもう一気なくなったかな。20代前半ほんとカッコつけてたから俺。うん。初期の申請かまってちゃう。うん。ウイスキー好きだよ。うん。そう。10代は特にカッコつけてたね。じゃあちょっとお酒注いで。下北屋根裏。プレゼントって事務所に送ればいいの。うん、パーフェクトミュージックに送って。割と最近、カッコつけたよ。そう。きっかけあったの。わかんない。やっぱ年取ったからじゃないかな。知らんけど。まあ今でも今なりにプライドはちょっとあるけど、やっぱなくなってきたよね。だって俺配信でだって昔よりパーパー言うじゃん。なんでもかんでもさ。ビバルゲバルって何歳まで？ビバルゲバルは21歳かな。21歳か22歳か。じゃあちょっといただきます。これ飲んだらじゃあそうそう出よっか。てか店閉まっちゃうかんね。うん、店閉まっちゃうから、これ飲んだらちょっと行こう、なんかね、行こっかな。うん。薄めにね、これから進化していきます。人間なんか劣化していくから退化していくよ、多分。大事なことは言わないで。どういうこと？無駄なプライド持たなくなったんじゃん。うん、多分そういうことじゃない。だってもうどうでもいいもん。やっぱね、なんかやっぱ昔はカッコつけてたよ、マジで。俺20代。なんか。10代20代、なんかね。あとはまあお前らに対してもなんかさ、はなんか配信でもさ、発言でもなんでもさ、なんかちょっとなんかね、なんかちょっとかなんかキザなこと言ってたよな。うん、なんかまぶた腫れてる。あ、泣いたからね。やっぱ昨日も配信終わった後家帰って、のこはいつもミステリアスのこさん。いや、ミステリアスのこさんだったね。やっぱ20代は特にね。年取ったらそんな知らん。うん、そうだっけ。いや、そうでしょ。うん、20代前半は俺はもっとなんかカッコつけてたよ。うん
泣いた泣いた泣いた、もう感動して泣いちゃった、自分の録画見て昨日本当よかったね、路上ライブ。あの家帰った後、朝のなんか5時か6時に、ね、寝れなくて、ずっとこうやってここのソファーで真っ暗闇ながら自分の録画ね、路上ライブ見返して、うわ俺やっぱかっこいいって、俺やっぱの子さんって必要だよなっていや本当に本当に、いやマジでのこさんってやっぱ必要だよって、うん、のこさんこそが真のバンドマンだよって、うん、泣いた、うん、動画見た、うん、見返した見返した、うん、昨日の配信、いややっぱ良かったよね、路上ライブね、マジで一生忘れぬ、ほんと響いた、昨日良かったね、またやるよ、うん、またまたまたやる、またやる、そうこれからは違う意味だから、路上ライブ泣くのはめっちゃのこたん大事だよ、いや大事だよね、いやいや大事だよ、昨日の配信良かったよね、またバンドスタジオ配信もやるし、まあ気が向けば路上ライブもやるしね、交番突っ込む配信はしないと思うけどそこまでやっちゃったらさ、昔と今の融合みたいな感じ、そうそれそれをね、今さ俺交番に突っ込んだらさ、もう単純にただのさね、昔単なる昔の焼き回しじゃん別にやろうと思えばさできるけどさ、交番また突っ込んでさねおいこの野郎バコボ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 コって、何が国家権力じゃボケしねえってね、いやそんなもんいくらでもさできるけどね、さすがに捕まる、うん、ナタリー出る、ヤフーニュースで出る、まあ売名にはなるけど、そうなるよね、うん、交番はダメだよ、まあ交番なんかつまんねえじゃん、てかみんな、いや誰もやってないっしょ、最近もそういうのや、なんかさ俺さ他の配信者本当に見てなくて、ここね半年間ぐらい、最近もなんかキチガイソタ配信ってやってんの、みんな新しいことやりたいってか、新しいこともねえじゃん別に配信って、もうなんか、何やって、キチガイソタ配信やったやつっていんの今、うん、俺ぐらいじゃない、昨日の、そういうのは嫌です、ミニやね、踊り子懐かしいねあれ乗りよかったよね、クリスマスにサンタの格好で路上ライブやろう、あーめんどくせえんだもん、あーまあまあ気が向いたらやるよ、サンタの格好とかさ、さっぱりわかんないよ、サンタをされたし、だってあれ別に外キチガイソタ配信じゃないでしょ、あれは外配信行くの近場って、いや今日行くよ、今日飯食いに、気が向いたら気が、あの、あそキチガイ外配信してもファン増えない、やり尽くしか、いやそんなことないよ、俺のだってさ、俺キチガイ外配信やったことによって10年前ね、だからキチガイ外配信をやったことによってメジャーデビューできたんだよ俺って、うん、そう、うん、だから決して無駄ではない、うん、それで曲を知りましたみたいな、あこいつはなバカだな、ピエロだ、キチガイだみたいな、最初は見るけど、こいつのことなんか調べてったら、あ曲いいじゃんみたいな、うん、そうそういうやついるから、マジ、うん、いやマジ、だから僕もね、またね、ちょっとまた昨日久々にね、あのオリハルコンの牙をね、隠しこの胸にしまってたオリハルコンの牙をね出してしまったけど、まあまたオリハルコンの牙をねちょっと出して、キチガイ外配信やっていこっかな、ロックンロールは鳴りやまないね、今は仕事に影響出たら、知らねえよ仕事なんか、バカ、人生一回しかねえのにさ、仕事なんかクビになったっていいじゃんなあ、そんなもん俺にとっては豆粒だよ、うん、仕事なんかクビなんてな、この前何回も職務質問されてる配信者見たよ、あーなるほどね、そう俺は職務質問、そうかイケメンだからね俺はね、うん、昨日見た人ツイートしたってね、完全ライブモードになるな、いや外配信だってライブだもん、うん、アルバム時期は避けよう、やってくる、本当はな、人生一回しかないから、そう思えば何でもできます、はい、ぶっちゃけ言うと首は辛いっつか、そもそもさそういうことせずにして首になるかもしんないからね、わーな早くおい出せよ、おいクソなあてめえなあ、スタッフとか見てんだろこの野郎、見てる時よ今年ね、新生かまっちゃうメジャーミュージシャンだけど、クビになるかもしんないんだよ早く答え出せやこれ本当にや、名言だねってのがいいこと、いやそれは当たり前、人生一回しかないんだ、明日死ぬかもしんないんだよ、明日、お前だってそうだよ、明日死ぬかもしんないんだから、そんなもんちっちゃい、うん、なんかもうだから、もう本当に欲望さえあればね、もうだからさ、ね、もうなんかやってやるぞっていう欲望さえあればさ、
もうなんか人生もうゼロになったって再スタートできんだよ。それが一番大事。え、クビだからクビになるかもしんないんだって。うん、だからそれね、12月末明日死んでもいい、大丈夫でしょ、クビはないでしょ。いやだからないですよって言うけど、やっぱ外は何回も言うけど、ワーナーは外資だから外人が決めんの、海外の人が決めんのね。うん、新生かまってちゃんもういらないって。だからアメリカ人がポンってスタンプね、なんかもう反抗したらもうクビになるわけよ。日本人のね、あのうちのワーナーの人間には愛されてるよ俺、めちゃくちゃね。クビになる要素あるのって、だってことだから、今年だからさ、前のお前らさ、お前らなんかね、名誉なの、やっぱ精神薬お前らもなんか食ってんだろ、健忘症多すぎるな。配信で何回も俺さ160回ぐらい行ってきてるよな。あのさ今年さ、あの新生かまちゃんさ、なんかなんだっけあれ、あのパパンなアルバムが、アルバムタイトルが覚えられない、思い出せない、なんだっけなんだっけアルバムタイトル、俺は健忘症じゃねえかって話じゃねえかちょっと待って、なんだっけ、あ、ツンデレ、ツンデレ、そうツンデレ、ツンデレ、マジで思い出さなかった、ツンデレ、ずっと思っちゃう、ツンデレ、ツンデレ、あれさ、ツンデレさ、あのさ、俺たちみんなで健忘症じゃねえかよ、ほんとに。や、さすがだね、俺の配信、メンヘラがいっぱいいるね。うん、残さ思いっきりブーメラン。そう、それが、あの、なんだっけ、ウィークリー、ウィークリーでないだっけ、健忘症だから忘れちゃう、アルチュアイム、忘れちゃう、忘れちゃう、ちょっと待って、ないだっけ、ウィークリーで、今年、なんか忘れちゃった、26位とかだよな。もうそんなもん16位、え、嘘、26位とかじゃなかった、やばい、あ、16位なんだ、36位お前1、2、3とりあえずなんか、うん、下1桁だけは覚えてんだなお前ら26位が16位36位ね。俺の記憶では36位かな、26位か、俺の記憶ではウィークリー16位、あ、ほんと36、26、36位だよ。ないないな、わかんねえ。まあ、とりあえず、俺の記憶では36位か26。まあ、とりあえず、そんぐらいなんだよ。ウィークリーチャート。だから、枚数としては、すげえじゃん。まあな、お前が CD 出しても、まあ、家族が買ってくれるか、3枚ぐらいしか売れねえもんな。お前に比べたらすげえわ。お前なんかオリコン100、ね、100万位とかでしょ。1000万位とか掘り込んちゃうとお前よりはすごいよでもオリコン最高位は36位なんだ36位だったらあれだよ、やっぱ、うん、おい、お茶まかえざす、お茶まかえざす、うん、すごいと思うよって何か、すごくないんですよ、やっぱ落ちてってんの。ウィキは、あ、36位、ウィキさ、あ、じゃあ36位だ、やば、落ちてってるんだよ、新生かまっちゃん CD の売り上げ。お茶ばっかやとね、iTunes はけどね、逆にめっちゃ上がってるから別にいいんだけどさ、まあまあ、よき買うね、受験生です、36位 CD はね。でも iTunes ランキングはもうなんかもうとんでもない、うん、もう1位より上行ってるから、うん、もうムーンだから、1位より上があるんだけど、ムーンだから、いっぱい買いたい、お金ない、いやいや、もう CD なんか別にまあね、買ってくれたら嬉しいけど、 CD が売れなくなったんで、アイドルみたいな少女の、そうそうそう、だから CD なんかオワコンなんで俺だって買わねえよな、アップルミュージックだよ、お茶ばっかりじゃんす、 CD なんか買わねえよな、ってかアップルミュージックだよな、普通にな、今な、スポティファイとかさな、うん、ムーン CD 買って買いたかった、月を超えた、出たムーン CD どこ売ってんのって、何がCD なんかもう見かけないよね、俺も見かけない、イオンとか行ってもね、もう CD なんかもうあんなもんさ、もう化石だよな、うん、CD も欲しいけど、うん、でも今俺 Apple Music だよ、俺はもう CD と、もう iTunes も買わない、うん、うん、あ、お茶原さん楽曲提供これこれでしょ、あのデブに伝えとけ、デブがあのクソ野郎が配信したら早くうちのマネージャーと折り合いつけろって、俺はいつでも準備できてっつってんだろ、楽曲提供のカスって伝えとけ、あのデブに。
シリカってお店ないもんね。ねタワレコとかも、もう全部ほとんど潰れちゃってるからね。あ、言っとけ言っとけ、あのデブ。あ、すまねえ、CD も買う。いや、全然 CD 買ってくれること嬉しい、嬉しい、嬉しい。それは嬉しいよ。うん。CD の方が儲かるから、ミュージシャンって。そう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 。アナログ版出さないの。デブ言っちゃう、あのデブ。だから、俺らもだから、友達これ CD 買ったな。俺らもだからさ、あのさ、CD をこれから発売、まあ、ぶっちゃけもう俺 CD 出さなくていいと思ってんだよね。けど、お前ら欲しいっしょ、CD は。だから CD を出すんだったらライブ会場限定発売ね。だから CD を欲しいっていう人はライブ会場、ライブ来てくれた人、うん、は買えるみたいな。そう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 。CD 欲しいでしょ。それはわかる。それもマテリアルとしてね。それはずるいって。なんでライブ来ればいいじゃん。あ、何、あ、もう引っこもりだから家から出られない人。そっか、そういう人もいんのか。そっか、じゃあやめよっか。うん、家から出られない人もいるからね。確かにね。うん、じゃあそれやめるか。ライブ行けない人は。そうだからやめよう。うん、平等じゃないね。やめよう、やめたね。僕はいつでもね、あの民主主義のね、あのみんなの味方だから。うん、優しいから、みんなの味方だから。うん、優しいから僕は。まあそう言ってちょっと、まあ気が向いたらやるよ。けどライブ会場限定 CD 発売。うん、あ、でもさ、普通にさ、あれさ、ツアーにすればいいじゃん。そう、ああ、ツアーするわ。てかツアーもすると思うよ、通販。うん、引っこもりのクソニートでも字ぐらい、鉛筆ぐらい持てるだろ。うん、な、あとかいとかあいうえおとか書けるだろ。うん、ツアーでやれよ。うん、プレミアついちゃってない。 CD も出してライブ限定も出すと。いや CD とか別にもう弱こんじゃん。あんなもんさ、もう化石で、あんないらねえよって俺ほんと思っちゃう。てかほんと俺はアップルミュージック、俺はほんと今アップルミュージックだよ。うん、超便利だよね。 Spotify とか Apple Music とか。東京行くのがだるいんやってないが。あ、どういうこと。モテます。ペン恐怖症あったらどうする。知らねえよそんなやつ。もう、うん、ペン恐怖症あったらな、普通にじゃあ口で書けばいいじゃんね。あかくた、ペン恐怖症は口でもダメなのかね。血文字で書けな。これあのリスト、あのここでね、あの切り裂いて血で書け。あ、もうそうすればいいじゃん。アップルミュージック便利だよね。 C とか名前がダサい名前がダサい。もうそんなんなんだ。もうそんな、もうそんなレベルなんだ。うん、あ、てかもうさ、さ、普通にさ、僕さ、最近僕偉い、もう褒めて、ちょ褒めて。ペン恐怖症、先端恐怖症とかもあるね。 CD プレイヤーで聞いてます。あ、そうなんだ、いるんだね。僕ちょっと褒めて。みんな VR ゴールつけてみる。なんなんと僕あのね、最近、あ、昨日、あ、今日だ、今日、なんと今月、あのね、あの、なんと、あのメンバーのグループ LINE に、ね、あの、アマゾンさんとかいるね、あの、千葉銀とか、ボノ君とか、ミサイとかいるね、グループ LINE、新世界ワンちゃんグループ LINE に、ね、あのね、あの、そこでね、あのね、あのってやめろ、あのね、あのってコメントすんの。怒るよ。やめて。あのね、あのねって。ほんとこれ口癖だからやめて。これブリッコしてるわけじゃないからね、ほんとに。ほんとにマジで。うん、やめて。うん。もう、俺、口癖いっぱいあるんだから。あの、ガチでとか、舌打ちはとか、だから舌打ちも、あと、あのね、あの僕は、口癖いっぱいあるんだよ。あのね、だから今さ、口癖は、教えてあげよっか。みんなけど分かるし、分かってる人分かるでしょ。昔もなんかこんな話したことあるよね。ガチで。マジでガチで。あと、本当に。あと、この前も言ったけど。うん。この前も言った。これほんと、俺いっぱい口癖あっかんね。あーとね、オワコン喋れなくなる。褒めさせて。とりあえず話、クソが、そんな、クソがもう口癖になって。お前ら、うん、そうそう、本題へってなんか、完全に完全にデモって、デモってとか言わねえよ。デモっては言わなくない？嘘、デモってって俺言う。
お前らは別に口癖っていうか死ねよってはまあ言うけどね、確かにね、死ねよはまあ昔からじゃん。まあそれも口癖だよね、死ねよって。のこさんの口癖映る？もうろくなもんじゃないよね、死ねよとかさ殺すぞとか、うん、おいお前らね、俺の口癖てんやわんや、どういうことどういうことっていう、でもってって言ってる、うん、映る。まあけどなんか俺の配信でね、なんかね口悪くなったってバカ言うなよ確かにバカ言うなよ、もう確かにね言うよねバカ言うなよ、確かに言うね何がっていう、いや何がとか別にお前らって言うだろ、そんなもん何がとかさ、何がとか言うだろ。ノコゴ映ってる。いやけど昔からけどさ、やっぱさ、ノコさんのせいで口が悪くなりましたとかさ、ふざけんじゃねえよてめえ、もともとさ、てめえもともと性格悪い、で性格悪くて口がさ悪い人間だろこの野郎、人性すなバカ野郎ってさ思っちゃうんだけどさね、クソがよね、クソは映っちゃった、クソとか言わねえ俺よな、クソがよ。ああ口悪いな、改めてってないが、いやしょうがないじゃんこれもう昔からなんだから、もうこれ俺10代の頃からだよ。うん、もうこれはもうほんと昔からだからさ、クソとか死ねとか殺すとかもうこれは直せないね、ふざけんじゃねえ。もうね、グループラインがどうしたの、あーもうね、まあ、仕方がない、これもう口悪いのはほんと直せない、もう死ねとか殺すとか、うん、まあまあだからさ、ツイキャスのさね、若いさ、ツイキャスだったらやっぱさ、幼稚園児の子とかさ、小学1年生の子とかもさね、あの子ちゃんだってさ見てる人とかもいるわけじゃん。そういう人のコメントに対してぶっ殺したくるねやろとかさ言ったらさもう PTSD になるよねPTSD になるよねいやまあ今までまあそういうことをね PTSD にね、まあそれでファンを減らしてきてるから、まあいいんだよそんなもん、ファンなんか、ファンなんか減らしてなんぼだよな、なあ本当だよ。加工画像とのギャップって、いやだから加工画像とのギャップすごいとかってね、ファンなんか減らしてなんぼなんだよな、だってそれが本当の僕なんだからね、本当の僕を好きになってもらいたいね、本当の僕をツイキャスとかインストール、本当の僕を好きになってもらいたいね。うん、嘘なんかだって配信つけないもん。うん、増やして減らす、毎年そうだよ。うん、増やして減らす、来年もこれからもそう、うん、今までもこれからも。うん、でもだからね、選ばれし者たちだけがね、残ってるから、新生かまってちゃんファンは、そうそうそう、いいんだよ別にそんなもん、そんな配信者見て、けどさ俺、本当の子がいい世界一すごい分かって、いや俺さ思うんだけどさ、前よりがなってないよね。いや酒飲んでない、あいや今はね、近所の迷惑になるから、うん、そうそう、今はね怒ったりしないけど、ね僕けどさ、こういうさね、殺すとか死ねとかね、何でもいいけど自分の本心をさ言った方がさ怒られたい、なんかさその方が俺逆の立場だったらそういう人のが好きになる俺は。うん、いやこれ本当の話、これでさね、なんか死ねとかさ殺すとか言われてさファンやめるとかさね、どんだけさアマちゃんなんだよな、アマちゃんすぎるでしょ、甘ったれた人生送ってんだよなそいつな、絶対俺からはさ、なんかさお嬢様なんだよな、お嬢様なんだよそういうやつって、俺から言わせりゃ、どんだけ過保護にな、過保護に生きてきたんだよ人生やな、なんかに泥水吸って生きてきてねえやつだろな、人生泥水な、ほんとそう思っちゃう、そんなやついらねえよ、あマジでな、話が脱線してんだよ、のこの死ねはもう愛せてないよ、育ちは出るよね、いやほんとそう思う俺、もうマジで泥水吸って生きてねえだろそんなやつよな、ああ鼻からお、なんてかそもそもなんで新生かまちゃん好きになったのと思っちゃうな、そもそもなんで新生かまちゃん好きになったのと思っちゃうんだよね、だって歌詞で言ったって、歌詞で言ってんじゃん死ねとかさ歌詞でよくわかんねえんだよ何、ああうちは
殺してやるとかね、何を求めてんだろうな。だからまあノリでしょ、あのなんかまあまあまあなんかまあとりあえずノリで、まあまあノリでしょ、うん、殺したやついるから、カーシで殺したやつなんかいるでしょ、誰だって俺だっているよ、うん、まあまあ今殺したやつは誰だろう、あでもまあ今はまあまあけどまあ佐藤だなやっぱな、うん、まあ目のまあ殺まあけど殺したいまでいかないな今は、うん、ぶっ飛ばしたい僕をハンマーでぶっ飛ばしたい、死なない程度に、死なない程度に瀕死状態にさせたい、うん、殺したいまでいかない、うん、ハンマーでそうそう、あと包丁で刺したり、うん、死なない程度にそんぐらいしたい、そうそう痛めつける、そう、うん、そんぐらいしたい俺をいじめたやつは。のこの配信のせいでお現象が映った、うん、そのは鬼畜って、いや別に死んでないからいいじゃん、半殺しにはしたい、それはマジ、うん、あいつは許されんマジで、うん、マジであいつは許されん、うん、未だに許されん、本当に思い返してもイライラしてくる本当に、うん、強く生きてるのを、うん、分かる、前歯折る程度で殺す価値もない、マイスイ全部めちゃめちゃ泣いた、おやすみなさい、ゆっくり爪なんて、ね、ゆっくり爪をねボキボキボキってやって、その後包丁でねぐちょっとぐさぐさが知らない程度にやりたい、うん、足潰すぐらい、我もあいつ佐藤って何や、うん、勝ち組になった感想は、あ最高だね、もう、うん、でも俺まだ勝ち組だとは思いたくないな、うん、まあちょっとなんか中流階級ぐらいになったけどね、底辺から成り上がって中流階級ぐらいになったけど、こう今俺勝ち組なんだろうけど、まあ世間一般からすると勝ち組だとは思いたくない、うん、もっと勝ち組になりたい、うん、もっともっと勝ち組になりたいね、マジでマジで、うん、芸能人じゃんって何が関係ねえよ、うん、関係ねえ、もっと金稼ぎたいしね、もっともっと欲望よ、もう俺のこの中にある欲望をつかみ取りたい、うん、マジマジ、ああなるよ、昔をノコならやってたから勝ち組いいな、いや俺はまだ勝ち組じゃない、うん、中途半端な感じ、うん、グループライン、あグループラインの話まだまだ行こう、全てにおいて勝ってるじゃん、勝ってねえよまだ、ああ、まあ、お前らに比べたら勝ってるのかもしんないけどさ、俺の中ではねまだまだ中途半端な感じ、うん、欲望は尽きない、まだやりたいことあるに決まってんじゃん、もっと金稼ぎたいしな、もっともっとな、もう欲望はいっぱいだよ、出世もして名誉も欲しいし、当たり前じゃん、生きるってそういうことでしょな、黒ひげもワンピースの黒ひげも言ってたろ、人の夢は終わらねえな、俺あれほんとワンピース大好きだよ、あのワンピースは俺大好きなんだけど、ワンピースのあのね名言はね、そう貪欲さってたり海外行こうでね、包丁でアサシンクリードしてるけど、当たり前だよクラッカー、人生に勝ち負けなんてないよ、いやあの黒ひげのやっぱ人の夢は終わらねえっていうのは、俺あれ本当にねマジでね共感する、黒ひげに、うん、もうあの通りだと思うよ、うん、そうだよね、やっぱり腐らず頑張ろう、うん、いやもうお前らもね、いやほんと欲望だから、うん、ほんと欲望が一番大事だから、うん、もう出世するでもさ、成功するでも、金を得たいでもさ、何でもいいよ、うん、もうギラギラしろ、ギラギラしろ、もう本当に周りのやつなんかもう本当にゴミだと思え、うん、もう自分が一番、もう自分は可愛い、自分が正義、もう周りなんか全員クソって思え、うん、そうやって生きろ、成功したければ、うん、そうそうそう、生きてる限りはパスポート使わないと、ね、うん、僕はそういう人間、うん、でもそういう人間ってやっぱ少ないよね、最近草食系が増えたか知んねえけどさ、俺バリバリ肉食系なんだ、昭和男児のバリバリ昭和男児の肉食系だから、そうそうそう、嫌われたっていいじゃん、バカ言うなよなあ、嫌われたっていいじゃんそんな何言ってんの嫌われて何があんの、まあそれ学校とかはね確かにね、ああいう10代の子はわかる、もうさ、まあ、あと会社とかそういうのは分かるわ、なんかね閉鎖社会にいる人はね、嫌われたらなんか仕事辞めるしかなくなるとかさね、学校で居場所が なくなるとかさ、僕もそんなあったよ、それは分かるわね、
でもさ、でもやっぱさ、中にはけどそんな中でもさ、仕事場でもさ、なんかいるわけじゃんね。なんかさ、なんか嫌われたって結構なんかよく言われて、どうでもいい人に嫌われて、欲のために頑張ること、嫌われたくない、なんか結構言われてんのはさ、ネットでもさ、あのサイコパスな人がさ成功するって言うじゃんね。社会人でも芸能人でも サイコパスな人が成功するって言うじゃん。なんか俺はサイコパスじゃないよ、俺はちゃんと優しさ持ってるから。なんか人の気持ちを考えない、うんね、うん、そうそう、人に迷惑かけちゃダメ、そうそう、人には迷惑かけちゃ、あの人を気をつけちゃダメ、うん、そうそうそう、人を気をつけちゃダメだけど、そうそうそう、まあまあ多少なりとも犠牲は必要だよ、うん、まあそんなこと、まあそんなこと細かいことまで気にすんなってか、お前、人を気をつけちゃダメだよ、うん、うん、ちゃんと優しさは大切、でも細かいこと気にしたらもうダメだって、何もできなくなる、だから何もできねえんだよ、わかる、だから何もできないんだよ、ガツガツいかないとね。コンバッチ、うん、サイコパスじゃねえよ俺別にだ、俺のサイコパス要素どこがあるんで、どこに俺のサイコパス要素あるんですかな、教えてくださいな、うん、俺はちょっとなんかちょっとなんか頭がちょっといか、だって俺ちょっとだけいかれてるだけだもん、ちょっといかれてるだけだもん、サイコパスじゃない本当に。放火？別に放火なんかみんなするだろ、うん、残さソシオパスでも何でもいいよ、サイコパスソシオパス何でもいい、うん、何でもいいわ、うん、もうサイコパスかっこいいじゃん、うん、てかさ、ほんとさ、お前らさ、だから前も言ったけどさ、あのさ、俺がさ昔の配信でさ、僕はサイコパスだって言ったことあんの、そしたらのこさんはサイコパスじゃなくてただの凡人だよってお前らさコメントしたんだよ。のこさんはサイコパスでも何でもなくて単なる凡人だよってだ、俺がサイコパスって言った、自分がサイコパスって言った瞬間に、いやいやいや、のこはサイコパスじゃないよってあ、違う、俺は凡人だよって言った瞬間にね、のこはサイコパスだよってお前らね、なんかさ、手のひらくる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 回転させてよなんなんだよどんだけお前らのさ、手のひらにグリス塗ってんだよ、どんだけ回転率な、のこさん、明石家さんまに似てきた、いやさんまさんにす、いや俺お笑い芸人の人に勝てない、勝てるわけないじゃんお前、こんな東四郎がよ、うん、天の尺だ、ビーチボーイズ笑うわ、反対性だろう、サイコパスの凡人もやだ、うん、どっちもサイコパス、そんまや、うん、手のひらベタベタ、嫌われてるんじゃないのってね、僕別に嫌われたっていいよ、いつ外出んの、あーけどお腹すいてる、うん、ドラコーナー行こっか、うん、今日どこ行こっかな、うん、今日どこ行こっかな、人の言うことをまともに抱えるな、最近のお笑いの姿、アーティストでサイコパスっているのかな、いる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 、俺こいつサイコパスだなって思うやついるもんいやサイコパスっていうかなんか まあいるまあいいや、うん、あこれ以上言わない、うん、罠乗り込み、俺はサイコパスじゃないよ、うん、車運転できない、歩きで、まあ行く場合は行く、ちょっとお腹すいた、どこ行こっかな、本当にね、この時間だったら、近くだったらなんかサイゼリアは出来になってるし、松屋出来になってるし、爆弾ハンバーグはまだやってっかな、爆弾ハンバーグってまだやってるよね、あとは千葉ニュータウンだからトツキンね、あトツしてきたやつ俺があの ものすごい思いっきり怒鳴りつけて、ね、千葉ニュータウン内突入してきたやつは思い切り捉えつけて、でもって顔面さらして詰めるから、うん、よろしく覚えといて、自分で振っといて、そうするどういうこと、ドアコーナー行きます、まあまだまあまだ大丈夫だ、確かあれね12時くらい前だよね、爆弾ハンバーグとかなんか、あとマクドナルドは24時間営業だもんね、残さオクトパス、この酔い方で外食はやばいってないが、いいじゃん別に酔い方って、別にそんな、うん、でも俺も今酔っ払ってっけどさ、やっぱさ、やっぱラリってんだろうな、やばい時の配信俺のさっき言ったようにさ、俺のおふくろの名前言っちゃったりとかさした時の配信とかさ、あとはさ、なんか他にもあんじゃん、なんかさ頭がおかしい時雑談配信とかさ
あれはちょっとやっぱさ、ラリってんだろうな、その精神薬は残ってんだろうな、マイスイとかさ、リーズとかさ、な、それは残ってんだろうな、うん、ラリってんだよ、覚えてんの、だからトピックで覚えてる、トピックで、うん。いや、お酒が良くないんじゃないんだよ、今だって酔っ払ってるよ、うん、昨日精神薬飲んでないから、そう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 、精神薬を飲んだ、あ、だから精神薬を飲んだ次の日やめればいいんだ、うん、精神薬を飲んだ次の日はお酒を飲んで配信するのをやめればいいんだ、そういうこと。毎日精神薬飲むと毎日酒飲むどっちが健康に悪いと思う？知らねえよ、そんなもん、どっちもどっちもクズだろ、うん、どっちもクス野郎だろ、なあ、今日めっちゃ赤くないってなんか別にそんなことない、うん、爆弾12時ぐらいまでだよね、うん、けどマックも24時間ぐらいやってるから、まあどっか、てか外寒いから今日はくっそ薄着していくね、あ、くそ厚着していくね、うん、厚着していくわ今日、うん、今日寒いよね、で LINE グループの話、 LINE グループのちょしょんべんしたくなってきた、やっぱ寒いな、酒飲んでんのに寒いってどういうこっちゃ、うん、どういうこっちゃい、うん、草、厚着してく、厚着してく。どういうこっちゃい？ね。今日バカ寒い。着込んでるね。昨日よりね、昨日より寒い、寒いよね、絶対ね、今日ね。うん。外めっちゃ寒いんじゃない？うん、トイレも近くな、風邪行く。ションベン行っていい？ここでションベンした方がいい？それとも。ね、これ飲み干して、ここにションベン。うん。めっちゃ寒い、真冬、黄金の日。ちょっとションベンしてくんね。ドアコーナー行くわ。ドアコーナー行く。どういうこっちゃ、キャップもかぶった方がいいわ、ほんとに。あ、ちょ、LINE グループの話だ。LINE グループ、そう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 、俺偉いんだよ、褒めて。僕は、褒めて褒めて。偉いから。なんと、なんと、いや、みんな絶対褒めるよ。偉いんだよ、褒めて。いや、絶対褒めるから、みんな、これ。なになに？偉いね。いや、絶対これはみんな褒めてくれるから。なんと、今日僕ね、LINE して、今日僕 LINE したんだよ。LINE してね、それでね、グループ LINE に。それで、LINE したんだけど、なんの LINE かっていうと、爆笑しました。なんと、なんでござるかって何が。あ、そう、なんとね、僕、今日、偉い、ニコ生？違う。なんとね、誰に？いや、だから、グループ LINE、新生かまっちゃんグループ LINE ってのが僕 LINE で持ってるんですけれども、それの、千葉銀とか、ミサエとか、あと、ボノ君とか、あとね、アマノッティとか、マネージャーとかいるね、5人 LINE があるんで、ね。あと僕、その5人、ね、その5人の LINE があるんで、そう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 、あるんだけど、そのグループ LINE に、ね、うん、LINE して、でもって、そうそう、LINE したんだけど、その LINE した内容を聞いてください。あれ、いつだっけ？ちょっと待って、あ、思い出した、あ、大丈夫、あ、多分合ってる。23日、LINE したの偉いね。LINE したメンバーの名前、LINE して、それでその内容がね、今月のでもって、メッセよ、12月のね23日で天の誕生日だっけ、その日天の誕生日、剣坊米なんかテロップに書いて、もう喋るわちゃんと、うん、ちょ酔っ払ってるけど、12月の23日って天の誕生日だっけ、天皇が誕生日だっけ、日曜イブイブ、うん、バンスタしよう、なんか12月23日ってさ、あ、天の、いや、バンスタではない、ごめんね、バンスタではない、すまません、期待させてごめんね、バンスタではない、うん、バンスタではない、あ、天の誕生日なんだ、うん、バンスタではない、ごめんなその日に、そう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 、そうだよ、知らん、でも天の誕生日なんだね、12月23。今日僕髪切ったんだ。そういう、なんか、はい、何？今日僕髪切ったんだ。
似合っ、でもやっぱ髪切るとなんか若、やっぱ若、ちょっと若々しくなるよね。じらさら路上ライブ、あ、ごめんなさい、すいません、ちょっと若々しくなるよね。グループラインで何があった、来年から名前変わるかな、変えてもいいの、1年ぐらい俺ほんと変えたいんだけどね、1年間ぐらい。けど新生かまっちゃんが最強だからね、最強のバンド名だよな、新生かまってちゃんってね。新生かまっちゃん衣装ないよね、ね、なくない、あ、引っ張る、すいませんでもさ、ほんとにさ、新生かまっちゃんってすげえいいバンド名だよね。うん、いや、マジ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 、パーティーするの、帰るの、ローマ字、早いや、ぶりっこ十字、チラシやばな。でもほんとに新生かまってちゃんってめっちゃよくね、ね、これ以上のバンド名ってないよ、ほんとに。うん、かまってちゃん、新生か、一応聞いたら忘れるね、いい名前、最高のバンド。神、天の誕生日、あ、天の誕生日、天の誕生日に僕ね、みんなにあのね、やりました、あんね、やったんだよ、それな、ね、マジ、そう、新生ものちゃん、何の LINE か、なんで教えてくれないの、いや、教えるよ、今から、教えるよ、よろしくす、ナイスネーミング、一度聞いたら覚えちゃう、みんなに、4人配信でもするんですか、なんと、僕が今日飛ばした LINE は、なんとですね、天皇誕生日の23日に、ロックンロール、バンドスタジオ配信やんないって言いました。バンドスタジオ配信やんないって持ちかけました、僕から。なんと。ブラボー、ブラボー、ブラボー、ブラボー。23日、おお、ほい、えらい、おい、バンスタじゃん、バンスタじゃん、バンスタじゃん、おお、えらいね。さすがやっぱのこさんだよ。やっぱ僕ですよ。えらいでしょ。俺が言わないと、でも誰もやん、もう誰も呼びかける人なんかいないんだから、俺が呼びかける人じゃないんだから。何時からって、いや、わかんない。今まだ返事見てない。返事、モノくんと、天野さんだっけね、マネージャーだけ、LINE 帰ってきて、モノくんは、大丈夫です、うん、違う、こんな声じゃねえだろ、あいつバカ死ねえ。あいつじゃ死ねえ。あいつ、大丈夫です。ね、モノくん LINE 帰ってきて、で、マネージャーも、ね、はい、大丈夫ですって、天野さん帰ってきて。で、待って、美佐子と千葉銀は返事来てない。あの二人が無理やったら、やりません。はい。ものま、はい、ものこちゃん久々に来たよ。何してたの、お前。なんで久々に来んの、おかしいか。うん。えらい。ものくんの声、ほうほう。あ、お茶早くありがとうございます。ね、次は天野さん来るんだね。いや、違って。だから、千葉銀と既読スルー、そう、既読スルーだったんだけど、やめてー、返事して。いや、ほんとに。だから、5人グループ、グループライン5人だから、ね、5人グループラインだから、既読スルー、既読5ってついてた。だから、みんな見たはずじゃん。美佐子もさ、千葉銀もさ。あ、お茶番くらいでございます。はい。見たはずじゃん。既読する、いや、ほんとにな、マジぽよ、マジ泣いちゃう。考え中なんかな、やめて、え、ひど、いや、考え中なんかな、いじめ、いや、だから考え中かな、メンタルくるね、ちゃんちゃん、あ、お茶ばかりさす、美佐子さんだるいって言っちゃう、そんなもん、今考え中かもしんないだろ、今来た、寂しがり屋さんが、ね、既読5ってついたからみんな見てるはずよ、にさ、なんにゃ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 、ね、お父さん忙しいんだろ、なんだよ、あのクソ親父や。おい。早く LINE 返せや。おい。おい、ちまぎん、おい、こら。おい。子供あやしてんじゃねえぞ、こうやって。バブー、バブー。ねえ、ちまぎんって。ちまぎんだよって。まあまあ、でもわかんないけど、バンドスタジオ練習、とりあえず、まあ大丈夫だと思うけどね。うん。だってその時みんな寄ってなかったもん。カレンダー見たら。うん。あ、お茶番返します。
あクソやじな、まだ決定じゃない、決定じゃった、あの千葉銀だよ、美佐子さん以外みんなニートだから、そうそうそう、まあ、まあ、とりあえず千葉銀は千葉銀で忙しいと、忙しいと思うけど、うん、でも千葉銀は忙しくないじゃん忙しくないって言ったじゃん、電話きね、おととい、昨日か、昨日電話した時さ、なあ、もうなんか新婚生活はもう終わったよってさ、なんかさ電話で答えたじゃん、あいつ忙しくねえじゃんもうあとはパズワーしかやってねえだろ本当にやなあ、できたら嫁銀期待、いやでもだからその日の共有 Google カレンダーっていうの使ってるんだけど、僕たち共有 Google カレンダー使ってるんだけど、その共有 Google カレンダーには、そう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 、嫁銀と聖なるクリスマス、え、23日って何、クリスマスなの、え、25日じゃないの、俺もちょ分かんない、24か25だよねクリスマスって、23さ、別にさそんなないでしょ、うん、最強のかバブミが強いな、え、マジでバブミ、いや俺ほんとブリッコ演じてる、演じてないよ、けど僕は甘えん坊だからね、うん、僕はみんな知ってると思うけど僕は甘えん坊だから、うん、昔もうね、あの元カノとかにバブーとか甘えたことあるからねいや僕ね甘え、あ、いや俺本当に甘えもだよ、俺今までの彼女、今までの彼女、俺本当にバブーとか甘えたことあるから、これマジで、うん、言って、だから配信で言ってこれも言ったことあるじゃんね、僕甘えん坊な、甘えん坊なんで、そうそうそう、素で可愛いね、ぶりっこじじい、いちいちかは知ってますね、だからそうそう、だから僕ね元カノとかバブーってなんかね、やっぱ男社会にね育ってきたからか、からかな、何なんだろうこれね、なんかね母性を求めるんだよ、男社会にやっぱ育ってきた身だからさ、多分それもあると思うよ、のこさんもいろいろあるんだよな、まっとうな普通の人生を歩んでたらバブーとか言ってねえわな、あ、なあ、どういうタイミングで使うのって何が、甘えてる時バブーってい、やこれね、これ本当の話だよちなみにこれは本当の話だから、うん、へえそうなの、うん、本当の話、これ母性求めてんのか知んないよ、知んないけど僕は甘えたがりだね、何歳、僕33歳、バブーってね、これからも言い続けますね、彼女ができたら、性癖歪んだね、性癖ではない、これはこれは別に性欲じゃないよ、あの彼女とか元カノなんかそういったら 甘えるみたいなさ、うん、なんか女性に甘え、バブーって甘えるのはこれは別に性癖じゃない、うん、そう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 、うん、姫ごとにしとこって何言い続けるんかい、うん、やっぱなんか言い続けんちゃ、甘えたい、甘えたらかんな僕な、うん、でも今配信でさ若い彼女だと引くぞ、まあその時は別に別れりゃいいじゃん、知らねえよ、合わないってことでしょ、かわいい、うん、いやでも俺かわいいかどうかキモいかどうか知んないけど、俺はそういう、俺マジで、うん、マジ、うん、バブーってね、そう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 ぶっ飛ばしたくなるえ、そういう人いる、女のリスナーでさバブーって言ったらさ別れる、バブーって違うキモか、お前らの中にさ普通にさぶっ飛ばしたくないやついる、あの彼氏とかさ、なんか、まあ、彼氏がさね、女のリスナーで彼氏とかわかんないけどさ、男がさね、バブーってさ甘えてきたらさぶっ飛ばしたくないやついる、のこさんならオッケーと、じゃあ俺な、じゃ俺以外普通のそこら辺の男、うん、そこら辺の男、もう俺以外例えないで、人による、うん、言ってヘッドロックかける、バブーは引く、あ、ほんとそうなんだ、外で言わなきゃ外では言わねえよ、外で言わけねえだろバカ野郎、待って言わねえわ残りはちょっとビビるって、いやだから俺以外、うん、人による、赤ちゃん言葉にはバブーは嫌かも、赤ちゃん言葉とか別に、あ、いや俺赤ちゃん言葉は家なら許すかな、いやいや外で言うわけねえだろバカ野郎俺がよなあ、大体まあ大体室内なんだから僕はいるの、バブーはおい、うん、好きならいいんじゃ、ぶん殴りたくなる、あ、本当に、もうもちろんそれぶん殴りたくなるってか、もう別れる、残せんが無理、全然平気、たまにだったら私は好き、まあでぶん殴りたくなるってか、もう別れるってことはね、キモって感じなんだね、あ、好きな人だったらいいかも、あー、歌えない幼女、イケメンになるです、外、
うん、バブったら引く。あ、大抵の人は大丈夫なんだよ。でもね、今コメント見る限りさ、 70% はなんか大丈夫って感じだね。うん、言われ慣れた。え、何、お前の彼氏ってこと？あ、ほ、でもさ、俺以外にもいるっしょ、甘えたな人。のこっぽいってか、てかさ、俺以外にも多分いると思うよ、甘えたい人って。だってそういう、てかそういう風俗もある。お腹すいたパブーって言うわけねえだろバカ。ベッドでだよ、ベッドで、ベッドでだよバカ。おいアホな、俺がバブーって言うときはな、ベッド、うん、何がお腹すいたバブーだバカ、そんなこと言うわけねえだろ。そこまでじゃねえよ本当にや。そんなこと言うわけねえだろ。うん、ベッドで、ベッド、いやもうベッドで、ベッドで、ベ、いや、ベ、毎回じゃないよ、それも。それも、毎回じゃないか、ちなみに。ベッドは引くってなんでだよ。なんでだよ。なんで、カップラーメンつ、カップラーメン食べたいバブーとか言う、ね、言う方が引くだろ、お前。タラちゃんか、お前、この野郎、お前。タラちゃんじゃねえか、お前、それよ。にゃーって言ってくる。あ、彼氏が。いや、最近も。何それ、にゃーとか。俺、そんな言わねえわ。何、にゃーって。にゃーとか言うんだ、お前の男。へぇまあ俺も同じようなもんなん、同じようなもんなのかな。背中向けて寝る。ドレスが、にゃーは気分。いや、じゃあまあ俺も同じようなで、タラちゃんかって話だよ。普段から言う。え、なに、ベッドだったら引くってどういうことだよ。普段からなんかおかしいだろ。ほんならね、ほんとにね、なんかね、うん、空気吸いたいな、バブーとかさ、言うわけないじゃん、普段から。ね。空気がちょっとこの部屋足りないなとかさ空気吸いたいバブーとか言うわけねえだろな。似たり寄ったり。バブーはいくらちゃう、うん、バブーのがやばい。あ、そう、にゃのがやばくない、男が。え、にゃーとかやばくねえ、嘘。まあ似たり寄ったりなのかもしんないけどさ、確かにさ。ええ、なんていうの、え、もうにゃって、なに、ね、空気が吸いたい、そろそろ空気が吸いたいにゃ、ね、べ、布団がなんか、もう、なんか、布団がなんか、おい、くるまってて、空気が吸いたいにゃ、とか言うの、気持ち悪い、あんなは。おい、男か、てめえ。男か、男でそんな言うやつ、キモすぎる。ね。にゃーこそキメ、俺もそう。ね、にゃーのがキモくない？ね、かわいい。どんな流れでバブル乗ってないが。どんな流れでバブル？俺の場合は大体ね、やっぱね、セックスとはした後かな。うん。まあ、セックスした後大体。てか、その時だけだよ。うん。もう、セックスが終わった後。だけ。うん。それ以外はない。うん。ワンって言う人なんかいねえだろ。どんだけワンダフルだよ。どんだけ空気で、まあまあ、例え話。そうそう。その時だけだよ、僕はバブーって、なんか甘えるのね。甘えるの。それ以外は一切甘えないから。うん。それ以外は甘えません。そう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 。した後のあれ、そうそう。セックスした後赤ちゃんなんてないか。だから、なんだから、そう、毎回じゃないから、ちなみに言うと。うん。毎回なんか、もう、恋ごりバブー引くって。だから、毎回じゃないから。うん、それもね。たんまーに。たんまーに。した後のは大丈夫。ゴーアスとか言うわけねえだろ、バカ野郎。うん、それ、最後、高森か。後に言うの。いや、俺が言うときはね。そう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 。うん、早く外行ってよって、うるす、あ、いや、あ、そうっすか、そうっすね。あ、そう、もうそろそろ行かないと店閉まっちゃうからね。けど、マクドナルドは24時間営業でしょ。それならいいから、毎回それはきつい。してる最中の方がマシ。してる最中にマジで？わかん。嘘でしょ。嘘でしょ。ね。してる最中に、バブーとか言う？してる最中は言わないよ。ね。今から入れていいバブか？おちいち立っちゃったから、今からちょっと入れていいか、いいかなバブーって。気持ち悪い。まあ、それは言わないよ。それは俺それないな。キモいやんそれ。いやでもキモいとか言っちゃダメだよ。世の中にはそういう人もいるからな。世の中にはそういうキモいとか言っちゃダメ。いや、キモいって思うかもしんないけど、俺も今思っちゃったけど、確かにキモいけど、世の中に本当にそういう人いるから、うん、いるから男で。うん、いるからキモすぎる、ダメだ、引くわ、クソ、いや、いるから、あのね、風俗店あるんだよ、風俗店、達郎さん怒れてね。じゃあ、いや、風俗店あるんだよ、そういう。いや、お前ら知んない人いるかもしんないけど、そういうなんか赤ちゃんプレイをする風俗店って。俺それなんかテレビで見た、昔見たことあるんだけど、なんかサーリー、疲れたサーリーマンが、そう、
だ再現してよってないが、疲れたサラリーマンがなんか行くらしいんだけど、なんかテレビで見た、本当になんかニュース番組で、なんか疲れたサラリーマンがこうやって仕事終わりにバブーバブーバブーって言って、そうそう、よし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 って、そうそう、風俗って、そういう風俗ってあるんだよ。まあその抜くわけじゃないんだけど、行ったことあるけど、残り行きたいなって、何がちょっと行きたいわ、一回試しに行ってみたいわ。トゥナイト、わかんない、昔、うん、トゥナイトかわかんないけど、うん、そういう行ったことはない、俺はないよ、うん、ちょっとなんか試しにね、なんかどんなもんか行ってみたいけど、キモいって、いや、いる結構けどね、お前ら、ちょっと待って、女でしょ、キモいって言ってるやつ、男で、なんか泣けてきて、いや、疲れちゃう、お前ら、やっぱ女多いな、俺のリスナー、男はロム線の男泣いてるぞ、お前、ほんとに男結構多いぞ、うん、甘えたがり、うん、いや、俺多いと思うよ、俺の勝手な予想だけどさ、これ、うん、千葉銀とかモノくんとかにも聞いてみたいね、うん、千葉銀とかモノくんにも聞いてみたい、いいじゃん、のこさん笑ってごめんね、いや、全然いいよ、言って配信してほしい、笑うセール赤ちゃん、あ、赤あったね、笑うセールスマンでもね、俺男って多いと思う、泣いてるわ、いや、でも男って、いや、多い、まあ多いか知んないけど、いると思うよ、結構甘えたい人って、わい、おっさんやで、うん、いや、お前泣いてるだろ今ね、赤ね、いや、なんかこんだけさ、なんかさね、女性リスナーにキモいキモい言われてね、途中からおらつい、どういうことだよ、ホーリーナイトではない、泣いてないよ、モノくんば、いや、モノくんとか千葉ギャちょ、わかんない、それひーちゃん、なんでこの BGM って、 BGM 何、 BGM って何でしょ、何流れてるかわかんない、ひーちゃん、いや、いるから、男、まあみんながみんなじゃないけど、BGM 何流れてんの今、うん、クリスマスイブ、あ、これ山下達郎か、うん、うん、今日はクリスマスシーズンだから、あ、そろそろちょっと、で、出るか、あ、ね、家出るか、そろそろね、うん、そろそろちょっとね、家出る、あ、家出て、ちょっと店閉まっちゃうけど、どこ行こっか分かんないけどね、うん、美佐子さんにも聞きたいね、普段の性格にもよる、知ってる曲、うん、行きましょう、運転するのするわけねえだろするわけねえだろ、だから酒飲んでる時にバカか、当、うん、県内、うん、だから当県内あったらあれっしょ、ハンバーグ屋さんとかサイズはできんで、松屋はできんで、くら寿司は多分もう閉まってんのかな、うん、くら寿司とかも多分もう閉まっちゃうから、うん、爆弾もあるけど12時までやってるでしょ、タクシーはってないが、うん、タクシーとかだってさ、なんかさ2時間ぐらいかかんじゃん、来んの、うん、海飲酒ってなんかしねえよ、うん、お寿司好き、のこちゃんおまんま食べまちょうね、うるせえうるせえいや、でもまあまあまあ、本当に僕はセックスした後だけです、バブーってね、なる時はね、毎回じゃないです、でも男は本当多いからね、うん、でもさ、結構俺分かる人は分かると思うけどな、俺とタメぐらいの人とか、いろんな人生経験積んでき、た人は、うん、若い子はまあね、うん、知らない人多いと思うけど、そうそうそう、お寿司、あら、今来たら髪か、あ、髪切りました、何を飲んでですか、ウイスキー、また話は、あ、すいません、はい、やだな、いや、でも本当だよ、うん、いや、マジ男は多いよ、そういう、だからやっぱ風俗店もあるからね、俺だから衝撃的だったよ、それそこまでって、やっぱ疲れたサラリーマンがさ、普段はさね、なんかそういうテレビ番組覚えてんだけどさ、ニュースでさね、普段はね、エリート会社員であるね、普段はね、まともなね、なキーエンスだっけ、キーエンスで働いてる、キーエンスって大手企業あんじゃん、なんかキーエンスで働いてる、なんかすごいエリート社会人である、この人がなんと仕事終わりね、なんかもう人目にくれずに、このなんか風俗店に来てね、赤ちゃんプレイをするのであったーって、そうこうやってね、キーエンスで働いてるさ、まあ大手企業のさ、バブーバブーってまあってね、ミルクちょうだいって、もう結構衝撃的、俺それ見たの、まあ結構10年前、まあ20年、結構20年前ぐらいかな、かなり昔、うん、社会に疲れてんだろうね、うん、まあまあでしょ、うん、20年前ぐらいかな、20年前でだからそういうのがあったってことだよ、だから今だったらもっとあるっしょ、
マジで超熱大陸みたいに言うな。いやでも本当に本当に20年前でそんなもんがあったってことは今でもだからさ、もっともっとあるってことだと思うよ本当に。ああ、みんな違う、男の人はマズコ多いかんね。ああ、まあまあまあ確かにな、男はまあマザコン多いって確かにね、ネットでもなんか見たことある。男って確かにマザコン多いってなんか俺ネットで見たわ。うん、まあ俺はまあ、まあ俺はマザコンっつよりもね、まあ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 、まあ、今はね、ファまあ親父がね好きだけど、うん、まあママも好きだ。そういったマザコンなの、お寿司食べるって。いや違う、だからお寿司は多分もう閉まっちゃうと思うよ。でも運転できないもん。うん、ファザコン、ロリコンとマザコン、おっさんズラムみたい。女がバブバブ言ったらどう思うの。え、別に引かないよ俺、だって自分が言ってんだもんね。会話なんねえなって思うな。うん、だって俺もバーバーも言うからさ会話なんねえなーって。これどうしよっかなーって俺素に戻った方がいいのかなーってそう思うなそう思うしかないな、うん、シュールな空間って。マック行くは知らん、とりあえずけどもう酒飲めねえから途中から歩くわ。あー、じゃあそろそろ、じゃあちょドアコーナーできなかったね。あ、ちょ、最後にドアコーナーやるわ。ドアコーナーやっていこっか。うん。でもドアコーナーやったらダメか。間に合わなくなっちゃうかな。ちょ、爆弾ハンバーグ食いたくなってきた。ノーさん、初コメです。あ、お久しぶりです。幼稚園や、中西部、おなぺこ。てか腹減ってる。爆弾ハンバーグ久々だね。久々でもねえか。今年行ったか。なんか今年の初めぐらい。爆弾ハンバーグはね、僕の唯一の味方だから。ね。ね、昨日はサイゼリアで、ね、配信やめろからぶっ殺すぞって、ね、怒られたけど、な、爆弾ハンバーグはもう僕の味方だから。うん。そう、割と最近なんか言ってたよね。今年なんか言ったよね。なんか始め、もう10時半。けど12時ぐらいまでやったでしょ。あとこれもまたね、何回も口をね、甘酸っぱくしてね、言わせてもらうけど、千葉ニュータウン、僕の近所はもう突金です。はい、突来ないでください。突来たら顔面さらして詰めるから、うん、めちゃめちゃ怒ると思う、うん、めっちゃ怒る。俺がクソ怒鳴ってね、顔面さらして腕持って特にしつこかったらぶん殴る、うん、ぶっ飛ばす、うん、女でもぶっ飛ばす、うん、千葉ニュータウンは突金なんでよろしくお願いします。ルールは守ろう。そう、あのバンドスタジオアイシの出待ちもそうだけど、ルールは守ろう。なぜかというと、そういうことが一回あったら、な、あの、近くに住んでるやつが大体来るわけじゃん、突って。北海道とか沖縄住んでる人も見れなくなっちゃうわけだよ、そういう配信を。な、うん。もうお前だけのね、わがままで、ぶっ壊しちゃダメだよ。そういうこと。ね。そうそうそう。まあまあそう、まあまあ、とつありの時はとつありって言うから、基本的に千葉ニュータウンはね、俺の近所はやめてください。ちょっと、外行くね。結構、ね、マジ寒い、優しいのこそって、ちょ、待って、もう寒い、めっちゃ寒いよね。これで大丈夫、ヒートテック着てんだけど、大丈夫かな。ね、ヒートテック。ね。うん、ヒートテック。ヒートテック着てるけど、もう冷えてる。今日寒いよ寒いよってなんかさっきからコメントあんだけど、俺外出てないからわかんねえんだけど。いやこれちょっとね、早くねやりたいね。ブラックリッカー、あれ違う、ブラックリッカー、目さまさまよう街を歩いてもベカモセベイベーエバトゥスイテオーライベイベーオーレーク、ブラックに行くか、帰りコンビニで買って、全世界のカストモエコンビニに行こうぜ、オーレーク。はぁ、歌詞書きたい、忘れてる。弾き語りアート、オーライ、まあ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 が言ったんだ、これからお腹が空いたから、これはこれから
マクドナルドか爆弾ハンバーグに一枚たいと思った思ってるよ知らねえぜなんとかなるのかな目いっぱい泣きたいこともあって全世界のカスの方に乾杯ベベオーライベビーオーリーブブラックニッカー口に流し込んで全世界のカスの方にオーライベビーウォンチュープリーズオーイエーじゃあ行くね。ちょっと歌ったらダメだ。やっぱ家この時間だともう10時11時近いから本気で歌っちゃう。パトカーね、救急車とかパトカー呼ばれちゃうから。またねバンドスタジオ配信やるよ。昨日楽しかったね。昨日楽しかったね。またバンドスタジオ配信やるよ。家だね。ほろ酔いでかっこいいな残って何が。いや昨日楽しかったね。ね。まあなんかまたやるよ。バンドスタジオ配信、いやほんと楽しかった。俺昨日久々になんかさ、外配信やっぱ楽しいよな。まあお前らも楽しいかもしれないけど、やってる身も楽しいよ。路上ライブも楽しかった。まあまたいつか路上ライブね、なんかまたなんか柏でもいいけど、また柏でもいいんだけど、柏以外でもやるよ。ちょっとまたさ、あのさ配信やるね。だから何分後やるね。ちょっとなんか10分後か20分後また配信、飯ご飯を食べる配信します。厚着してね。厚着するね。ちょ本当にお腹空いた。タバコ忘れないようにしよう。タバコとお金、柏より人いとこである渋谷とか柏、けど柏も多分ね、あれ昨日なんか終電時だったから人少ないけど、あのなんか夕方とかね、あのまあ夜9時とか、夜でも夜9時とかだったら人結構多いよあそこ。昨日はだってさ夜結構なんか10時とか11時だったじゃん、終電時だったじゃん。柏でも人多いよあそこ。まあ渋谷とかでも全然なんかどこでもできるよ俺は。フランスでもね、アフリカでもどこでもできますよ。ライターそっか、ぶりっ子そうなのか。柏親戚住んでる。あ、そう。千葉銀が許可取ってやると言ってた。千葉銀は常識人だから。ね。生きづらい人だ、あいつは。まあ、パパだからね。まあまあ、パパだから。まあ、常識人でいなきゃダメだよね。あいつが俺みたいに、ね。ちょっと頭狂ってたら、パパできないよな。許可なんか取るわけねえだろ、バカ野郎、ほんとに。バカ、ほんとによ。なあ、警察来たら警察来たらいいんだよ。逮捕されたら逮捕されたらいいんだよ、なもう。それもネタになるだろ。人生一回しかねえんだから。一回ぐらい逮捕されてみたいよ。あ、でも逮捕されちゃったらそっか、ツアーとかね、ライブとかはね、みんながね、チケット買ったように見えなくなっちゃうから、なるべくね、気をつけます。なるべく気をつけるよ。でも俺やっぱ気をつけられないときは気をつけられねえんだよ。知らねえよ。好き勝手にやるわ。はい。好き勝手にやります。前科ついちゃうよ。別にいいじゃん。前科なんかついちゃって。前科つくって何それ。俺だって別にそんな前科とかそんなもんどうでもいいわ。ね。前科でもさ、ね、バイキンがついたとかさ、学校生活の頃、小学生の頃言われたわ。ね、あ、この人バイキンついてる。ね、触っちゃダメって。こいつ触っちゃダメって言うね。何回もやったことあるよ。だからどうしたんだよ。死ねえよ。ほんとによ。どいつもこいつもさ、ぶっ殺せばいいんだよ。な。飲みすぎじゃないか。外寒いんでしょ？多分外寒かったらいつも通り多分ね、酔い冷めると思う。外寒かったら多分酔い冷めると思う。ちょっとじゃあまた10分後20分後ツイキャス始めます。飯食う配信、爆弾ハンバーグ食いて、どうしよっかな。ちょっとまあまあまた後でマック行くかなんか行くか。はい、また後でね。
10分後に10分後始めるからみんな寝ない10分後か20分後ちょっと待ってるね、うん、ちょっと待って、うん、ちょっと待ってる、ごめんね、準備してないから、そんぐらいになると思います。バイバイ。